なんかピンときました？大丈夫ですか？はい、ですね。おー、今日ですね。いや、今日大丈夫、大丈夫。もう雪もちゃんと揃ってます。まあ、ちゃんとしっかりありますから。大丈夫。そしてね、こうして、持ってきて、こうして、いっぺんパッとこう、しごくというか、整えます。大体、あ、こう、ギャッギャッギャッ、こっち。そうそう、いいですね。でね、大体ね、女性はこの動作は絶対しません。男じゃないんで。男性はね、男性の着物は実はこの身厚口っていうのはないんですよ。だけ、こうするしかないと。女性、こうするとほら、女性的な動作じゃないでしょ。なので、女性は絶対にこっち側からしません。なんかするとしても必ず身厚口から触るということですね。それで、身厚口。そこそこ身厚口言います。なんで身厚口って言うかって言われると、これ知らない。すいません。知らないです。それで、ですね、後輪ベルトがね、ここに入っちゃう。ちょっと待って、匂いができてないで。後輪ベルトはあった方がいいんですよね。もうね。うちにある分はね、うちでね、ちょっとお出ししますので。なんでも皆さんやけど、なんか何でも。楽しいお店ですね。いや、で、それで、初めはね、き、お茶、あの、き、あの、着物のこういう小物とか揃えてなかったけど、あ、よく考えたら、揃えておくとね、いざっていう時、何もないって言った時にね、あれだなと思って、揃えてたんですけど、よし、あ、そしたら、濃い色と、もうピンクを持っておくと一番いいので、ちょっとこれにしときましょうね。はい。要はこういうことなんですよ。これでちょうどいいんですか？だけ。大丈夫です。それ以上も短くもないし、長くもないし、ちょうどいいと思う。で、色味もちょうどいいですね。かわいい。ね、かわいい。かわいいけど、地色がほら、そういうふうにあれやから、お母さんが来てもいいし、それこそ娘さんが来てもいいし。で、このくらいじゃないかなと思うんですよね。それはその人の体の容量で、ちょっとあれなんですけど。ここはちょっとね、ちょっとあれなんですけど、ですね、これどうやって使うかって言いますと、ちょっとよく見とってくださいね。ちょっと違うかもしれない。この輪になってる方が向こう側に来ますから、このシングルになってる方、を、襟をこう整えながら、こうやって襟を整えながら、この上の方ね。整え方はですね、後ろが、白が出てない方がいいんですよ。でも、この耳の後ろぐらいからスーッと白が出てくるようになって、このぐらい出てると格好がいいですね。このぐらいで。で、出過ぎもダメ。これ、このぐらい出すやつはもう中がなんかこう、色襟とか。このくらい、そう、このぐらいが格好いいと思います。このぐらい。で、こういうのはスタイルブックとかよく見てみてください。こんな感じ。そう。で、ほら、ね、芯が入ってないけど、今、ふにゃふにゃふにゃってしてるでしょ。ね。で、あら、着物着だしたら、ほら、意外とそんな抜いてないでしょ。はじめ、そうですね。ね。っていうことで、あれ、抜きすぎかなって思うぐらいでちょうどいいっていうのはそういう意味なんですよ。だけ、若い娘さんやったらそれぐらいしとかなあかんけど、もうね、ミセスでほら、お母さんでしょ。だからもうちょっと抜いていいんですよね。だから、抜きすぎたら下品やし、抜いてなさすぎたらやぼったいので、そのいい感じっていうのを、結局、まあ、身につけていただきたいんですけど、この半襦袢の方がまだ取れます。その、なんていうポジションが。なので、もし長襦袢だとしても、さっきみたいな力布をつけてこう通すやつにしておくと、あれしてないとどうしてもならない。お障子にだん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 もうこうなってくるんですよ。でも、これだったらね、でしょ。っていうので、その方法で、もしかしたら、もしあれだったら、さっきの紐じゃなく、紐も使うけど、なんか、襦袢にも、この後輪ベルトつけるといいかもしれません。こうね。っていうので、いいですか？ちょっと見、それてますね。こうやって、だいたい襟がこんな感じかなっていうところで、このね、ちょうど、この辺りですね。そう。に留めるでしょ？だから、こうして持ってきたら、どうしたんですか？へそより、じゃ、へそより、溝落ちの高さぐらいですね。溝落ちと変わらない。あ、溝落ちの一番、おへそのちょっと上ぐらいを着てますね、これね。で、こうなってます。そういうのかな、これは。あ、そういうのは。あ、ええですね。わかりました。
こんなになってますよ。こう襟を折り返してますね。そう、これここね。そうです、そうです。そう。ここ。そう。で、うん、そう。で、それを回、こうスルッと回してきて、はい、そして今、はい、こうして回してきたら、こうなった。で、それをこういうふうに小指でかけます。はい、上から。今、こうなってるんで、上から、はい。で、こっち向いてたら正解。こう、はい。こうですね。そうです、そうです。そしたら、ここで何をするかというと、はい、この二重になってる、ちょっと外して説明しますね。ここをこう止めるんです。うちの中で。これの中で。こういうふうに。ここをね、ここを薄くしたいんですよ。だけど、こうして、はい、こう、中でこれをこう止めたいんです。はいはい、こう止めたいわけ。それがこの中です。ここから来て、うん、ここの、これの、そう。これを、ちょっとしてみせますね。こうですね。そう。なので、いいですか、止めましたね、はい。で、こうして、こう持ってきましたよね。で、こう持ってきました。で、こうでしょ。こうですね。そう。そしたら、ここから手を入れて、ここを、その持ったままで、こうして今みたいに、さっきしたように、ここを二重にするんですよ。何言ってるかわかるでしょ。わかりました。で、それを止めるんです。それがどのくらい持つか。で、要は、ここを一重にしたいんですよ、ここ。そして、ここを上げたやつで、ここは自然と降りてくるんです。ここね、実は難しいです。慣れたら大したことないですけど、一人にする、一人にするというのはここのこと、ここが、ここが、そう、もたって線を、そうですそうですそうです、このここのところを、そう、そう、こう上に上げる、そう上げるということです。要はこれをこうしてこうしてこうしたいんです。こうしたい、それでこうしたいわけ。そしてこれは自然とこのままこうしてこれこう降りてくるということです。なしたらここは一人になるか。はい。これもうちょっと下でもいいかもしれない。これなんか一番難しそうですね。うんうんうん、でもこの後輪ベルトを、はい、すると着付けが綺麗になるので、はい、これで浴衣も一緒ですか？浴衣も一緒、全部一緒です。はい、でその時に、あ、そうかそうか。そうですね。なんでしょうかねって言わないかというと、そう。そう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 。そうそれですね。で、この中を。そう。ここからね、こうやって、そして、そう。で、ここのところを二重にしたいんです。はい、で、だんだん慣れてきたら二重になるようになりますから、要は、こうやってここを止めます。ここを止めます。これ、これ。じゃあ、わかりました。じゃあ理想はそうなんですけど、じゃあ初めわからないんで、ここだけ止めてください。じゃあここだけ。ここだけ止めて。それは今。今。これ、これ。そう。もう、ま、託し上げなかったの。託し上げないまま、もう、ここだけ止めてください。じゃあここ、こうして。あ、最初に。で、ここだけ。そう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 。こう挟む、もうだから、ね、囲めなかったらこうやって取って、はい、そうですそうですそうです、これ難しい、止まりました、止まりました、そしたらね、はい、じゃあこれで止めといて、はい、そしてこれをもう二重に止められなかったから、要するに自分でこうして、ここでこうして入れるんですよ。もうそしたら入れられるでしょ。中に入れる、ね。止めといて中に入れる。中に入れる。そうそうそう。折り返すというか。はい、で要はここを一人にすればいいんですから、はい、要するに
あのもし止めれなかったらパチッと止めて、これを裏が上にこうして入れればいいってことです。はい、そう、分かるわね。そう、そう。それで、これで、はい、ここの、ここをね、とにかく一番よく見れば、この線とこの線が揃っておけばいいよ。本当は奥みが揃っておくと一番いいんですよ。そう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 、そういうこと、そういうこと。そう。そう。で、ここが、ここは二重にこうなる。そして自然とこれが降りてきたところが一緒になってるっていうんで、これをだけちょっと調整した方がいいですね。で、うん。調整。そう。おはしょりの処理っていうのが一番おか、実は大変なんです。そして、はい、まあ、じゃあちょっとそこのところ難しいから置いておきますじゃないと、はい、あんまりそこはもう今言うとしょうがないけどね。ただ、ここがね、今ね、多分ぐちゃぐちゃぐちゃってなってるはずなんですよ、はい、これ、背中のところ。はい、だから、なんでこの氷ベルトがいいかっていうと、これをこうやってこうして、調整が、私はタックを入れます。でも、もしね、タックする余裕がなかったら、真ん中に来とうなと思ったら、これでいいです。とにかく、ここをこう平たくしとけばいいですから。で、もし余裕があれば、こういうふうに、上手に両方ともでタックを取ってると、まあ、スムーズにいきます。ということでね。いいでしょうか。だから、ここの前は スムーズにしとって、ここはシワが寄ってていいんです。この脇の下のところ。すべてもいろんなものは脇の下にこうして持ってくる感じ。なので、こうして、こうなここはスーッとね、はい、それでいいです、それでいいです、はい、そうそう、で理想を言えばここにこうしてタックがもし乗せられたら、はい、一番いいよっていうことですね。こういうふうにね、一つね、このタックこういうふうに、ね、分かりました。そう、でももうできなかったら、ただとにかくここがぐしゃぐしゃじゃなくて、こう、こうとにかく脇の方に持ってきたくっていうことですね、はい、そう、はい、なので後ろはこんな感じです。はい、ね、はい、綺麗になってますよね。そうということです。で、ちょっとお箸になかなかちょっと今うまくいってませんけど、でもサイズ合ってますよ、その着物は。大丈夫。で、ほら、なんとなくここをフィラフィラフィラってなってるでしょ。はい。それで、ここは伊達締め締めます。はい。伊達締め締めます。で、私はちょっともともと昔からの若い、伊達締めしてますけど、ですね、これはね、こうして持ってきて押さえて、そして、片方だけをこうして持ってきたら、これをこうして持ってくるの。本当はね、ここ綺麗なところだとするのは、あんまりここ上手じゃないです。はい、で、キュッて締めたら、とにかく、ね、ここのところがこう、すっきりしとかないかんから。っていうことですね。はい。で、これはうちにあります。はい。で、これはね、ゴム製があったりいろいろありますけど、これはもうね、絹のこの、博多織の伊達締めした方がいいです。はい。ピシッといきますので。はい。ということで、あと帯板が来ればいいんですけど、ちょっとね。おーい。おーい。これって着物着るとき、パンツはどうするんですか？パンツ。あ、それなので、捨ててっこの下は何も入ってません。あー、なるほど。つまり、なんで捨ててっこっていうと、ラインを見せたくないからなんですよ。そう。なので、あとほら、だって、困るじゃないですか、実際。うん、なので、男物の、一番大きなあれを、ヒップハンガーのやつ、はい、ピタッとウエストじゃなくて、はい、もう、腰履きの、ああ、なるほど。こう、だから、大きめの、捨ててこでも大きめを書いてください。はい。うん。リズムね、発売もう一回してくれたらいいのに、女性用のもね、女性用の作ってくれたらいいのにと思うんですけどね。うん。うん、そう。なので、捨ててこうがいいです。捨ててこう履かんときにはもう長襦袢だけなんですね。だけど長襦袢の下は、要はそれに、響きにくい、要は、ジーンズのときとかなんかとか、よつりがそう。外に響きにくくって、ヒップハンガーのショーツってことになります。うん。です。はい。ないと、ちょっと何も履いてないというわけいかないからですね。そうですね。で、昔の人は何も履いてなかったから、うん、火事とかなんかになったときに、飛び降りれなかったからって、なんとかデパートさんがほら、それで、うん、昔はまだ皆さん制服が着物やった時代に焼け死にしちゃったっていう話があるんで、それから制服を洋服か昇華とかなんとかかとかって言うね、対象時代の話ですけど、うん。なので昔の人は何も履いてなかったですよね。だから、まあ多分、特別、そう、月のものの時とかは、ふんどし使ってあったんでしょうね。きっと。パッドがテント昇華なんかですね。パッドもなかったでしょうからね。どうしちゃったんでしょうね。全然それ私ね。古典の先生に、平安時代とかどうしてたんですかって俺はないけん。ねえ、どうしたんでしょうかねって言ったら、なんか、
灰をね、その、さらしでこう包んで、で、しかもほら、ああ。アクティブじゃないじゃない、昔の平安時代とじーっとほぼ部屋に寄るみたいな。うん、なんか、そんなんでどうのこうのとかね。うん、ね。だけど、ほら、今、なんか、ほら、ちょうど、昔の布のおしめのように、なんか今、布ナプキンね。布ナプキンね。うん、なんか、そういうことでしょうね。そういうことか。うん、だけど、それを、まあ、要は、ふんどしみたいなのじゃないと絶対と、うん、抑えられるものはないからですね。うん、きっとそうしてたんでしょうね。うん。うん、ということで、まあ、ちょっと、なのでですね、なんか、まだもし、お月のものが終わりでしたら、うん、そういうの気をつけとかないと、うん、いざって、ものすごくこう、目立ちますもんね。うん、だけど、そういう、あ、なんか心配だなとかいうときは、とにかくその、お尻のラインがあまり響かない、ショーツをぜひ、選んでいただいて、はい、ここはやっぱ洗顔で見えると思うんで、まあ、ちょっとかっこよくないですもんね。うん、なので、ちょっと私はいつもは何もないって分かってるときは、こうやって、捨ててこ入ってます。はい。次、捨ててこになると、本当にもうね、キャーってこう、例えば、こうなんか、キャーってこう、風が吹いたりとかしても、これ、キャーってこれぐらいだけど、別になんてないんですよ。なので、こう、心配しなくていいので、捨ててこになってからはもう楽です。あ、なんで早く捨ててこにせんかとかの回だと思うの。で、今、うちにあるのが、こんなのなので、まあ、お好きなのを、どうぞ、選んでください。あれがいいですか。緑が。そうですね。それかも、ほら、こんな白いとかの方がもしかしたら、あれかもしれない。緑が。うん。いや、そこ、好みですよ。緑にしようか。こっちにしようか。どうしようか。着物、あっちで帯で。はい。これか。はい、こっちにも。いや、でも、これ、ピンクが多いです。こっちにします。あ、わかりました。はい。じゃあ、それもどうぞ、使ってください。で、白っぽい方を上にされた方がいいでしょうね。白っぽいな、これ。うん。で、さっきの、腰紐は、こんなしてありますので。かわいい。うん、そう。こんな感じ。はい、黄色、あ、でも黄色と合いそうですね。グリーンより。はい。これでいきましょう。ですね。今、腰紐に1個使いましたよね。はい。で、もしかしたら、そこにも使うとすると、はい、帯に最低2本必要、1本必要なときと2本必要なときと3本必要なときがあるので、はい、こんなふうに持っとかれ、もう6本持っとかれたらもう十分です。多分家にありますね。あります。ああ、じゃあ大丈夫ですね。じゃあ腰紐は大丈夫ですね。腰紐1つだけください。あ、じゃあどうしますか。うん、はい、わかりました。はい。そう、あとは、ちょっとしたものは、お家にあるものを使ってください。はい、ぜひ。はい。で、着るのに。はい。で、持ってる。この赤い方の方が安いですけど、グリーンの方がいいでしょ。1000円違います。いいですか。どうしようかな。これって見えないんです。見えないです。見えないけど、まあ、だけど要するに、こう、こんな時だけ見えるみたいな。ああ。こう、要するに、まだまだ下着の状態。します。うん。だけど、もう、安い方に。安い方でいいでしょ。赤いとね、安いです。なんででしょう。やっぱなんか、ほら、赤いんで、わからんけど、あ、いいですよ、いいですよ。もう自分でしよう。私はしておきます。じゃあ。いや、で、この赤でも全然おかしくないんで。うん、かわいいです。で、真ん中に、はい、真ん中が体の真ん中。あ、これです。そう。で、それをね、上から押さえるようにして、そうそうそう、胸をからこう押さえるようにして下ろしていきます。そう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 。はい。そう。そして、はい、片方はそのままでいいんですけど、はい、片方をどっちかをね、氷上に、こうって言うとって分かりませんよね。はい、ですね。これがちょっと待って、これ、後ろからとしますね。これ、私が今、背中としますね。今見てあるとか背中としますよね。はい、ただ片方はこのまま持ってきたら、はい、片方はこうでもいいし、こうでもいいから、はい、とにかく、このまま一つ持てるでしょ。で、片方こう折るとするでしょ。こうなるってことですよ。ええ。こういうことです。はい。後ろもこうならないか。はい。あ、丸く。そう。だけど、どっちを折ってもいいから、下にして。下にとって、上はこう、こっちも下、背中も平たくせないか。はい。なんでかって言ったら帯が来るから。はい。で、前も後ろも、平たく。で自分、それは自分の手が楽な方でいいです。はい。で、もう実は
もう、はじめは、後ろはぐちゃぐちゃでもいいです。私でさえこうですから、もう、ここはすいません。平たくしとけばいいです。片方はそのままでいいから、片方をどっちかに 上に折り曲げるか、下に折り曲げるかして、前に持っていく。お、いいですよ、いいですよ、いいですよ。で、そのままスーッと前。はい、はい、はい、はい。そう、そして、こういうことになってます。要は、1、2ってしといて、こうして締めたら、それをひっくり返して、こうして、ピュッとキュッて締めて、そして、と一ペ、両方とも、もう一ペ。こうして。いや、大丈夫。こうして、それを、こう。ただねじったら、逆にねじったら。こうしたら、ねじ。そうです。そう。で、締めるのは、そこで締めるんじゃなくて、はい、さっきのこの、ここの時に締める。この時に、キュッて。あ、そして、そう。こうね、そう。はい、そうで、結ばないで。で、なんで結ばないでするかというと、平たくしたいから、はい、ここに、でこぼこをなるべく疲れたくないから、こうするんですよ。はい、いいでしょうか。はい。そしたら、まだほら、ここに上げてきたときに、ここのところがちょっともぞもぞっとしてるんでしょ。はい、だから、このときに、こうして、自分で、ここのところに入れてしまいます。はい、そういうこと。で、なぜ、こういうふうにしないといけないかっていうと、はい、帯がね、こうしてきたときに、はい、自分の人差し指ぐらいの長さぐらいのおはしょりにしたいんですよ。だけ、はい、おはしょりが長すぎてもダメなんです。そう、だけ、帯がこのぐらい来るなと、帯がこのぐらいで来るなと思ったとき、これおはしょり長いなって思わないといけないんですよ。はい、そしたら、あ、ちょっとこうやって、こうして少し、こうして入れて整えようと、はい。っていう調整の場所のためにもこれはいるんですよ。はい。ということですね。いいでしょうか。はい。で、木崩れを起こしたりね、いろいろしながらね、もうとにかく、覚えていくしかありません。ここのとこもうちょっとこんなふうに強くしとかないといけないんだな、とかね。っていうの。はい。はい、っていうところまでが着物です。はい。いいでしょうか。いいでしょうか。なので、ちょっと、着られてないと、どうしてもで、芯が入ってなかったり、ここのところでもうちょっとキュッと締めとかないと、今この形にキープできてないでしょ。ってことは、もうちょっと長襦袢の、最初の成形ってものすごく大事なんですよ。もうそこでここが決まるから。はい。なので、着物はここがポイントと、あとこのおはしょりがポイントってことですね。はい。だからおはしょりをこうやって薄めにしとくっていうのが、結構大事です。はい。で、あと、あれも入ってないのもね、ヒップバッドも入ってないからね。ああ、はい、はい。なので、そこで違ってきますので。はい。で、着物の姿勢としてですね、なるべく、ヨガじゃないですけど、なるべく肩を落として首をこうして上げるように、落として、首を上にこう、なんとか人形みたいにこう、はい、どっちかっていうと、姿勢的にですね。うん、で、もっとおはしょり、首のとこね、ちょっとでよかったですもんね。うん、で、もしね、この時点で、まだちょっと、要するに、もうちょっと、エモンを抜きたいなっていう時、はい、ね、この時にもまだ調整できます。はい、ここからもっとこうして探して、こうして、こうして、これが二分式のこの、はい、さっきの、はい、二分式を上に持ってきた、あれ？二分式のこれのところどうする？これか、うん。これを引っ張ります。これを。ああ、なるほど。これを。こうして。そしたらほら、ね、少しは調整できるでしょ。はい、なので、この二分式のこれ、最後のところ、ちょっとこうして引っ張ります。はい、そしたら、ほら、なんて、少しはなるでしょ。はい。ということで、で、今、芯も入ってませんからね。はい、あれですけど、こういうことです。はい。ね。できましたね。はい。ということで、調整はそこでします。はい。うん、もうちょっとね、明日やな、というのね。はい。で、こうしましょう。帯板はちょっと今、ここにないので、はい、ちょっと私は帯板します。ね。で、ここで帯板しますよね。ちょっとまた帯を探せればね。で、ゴム付きがいいです。こうやって。自分で着付ければ、もうね、こうやって。で、こんな風に、船底型って言って、船、こっちの、下の方に来るところを、ピタッと止めて、ここに余裕を持つような付け方をします。はい。そうですね。で、ちょっと低いかなぐらいでちょうどいいです。はい、高いすぎると出てくるんで。はい。
ああ。だけど、このあくまでも下にね、設置するというのは、これも大事です。はい。一つ一つの工程を大事にしていかないといけないですよね。はい。なんとなく着て後からしようって言ったらならないんで、はい。あの、襦袢と着物と、ここまでね。で、着物帯ですけど、そうですね。このオレンジの可愛さから言うとですね、はい、これとかは合うんですけど、でも、ピンクの、これとか可愛いんですけど、こっちが好きですか。この白っぽい持ってくると、すごく優しいんですけど、うん、でも、オレンジやけんね。これははっきり言って締めやすい帯です。うん、あ、そっちも締めやすいですけどね。派手ですか？うん、でもまあ、終わりですけどね。着物って落ち着いて見えるから、ちょっと明るいぐらいがいいですもんね。うん、で、好みです、はっきり言って。ああ、なるほど。そう。でね、これね、はい、シックにしたかったらこうなるけど、ちょっとシックになりすぎでしょ。しっくりなりすぎちょっと老けますね。ちょっと。しっくりなりすぎでしょ、これ。ね。ああ、そうですね。しっくりなりすぎでしょ。うん。でも白よりもオレンジの方が私好きだと思ったんですけど、今。うん、とりあえず、候補としてはね。はい。でも、オレンジの白掛けなので、オレンジ系の方が本当にいいですけどね。ちょっともうちょっと落ち着いたオレンジ？いや、これがあれかな。これも悪くないですよね。でもちょっと平凡すぎるでしょ？そうですね。ちょっと違いますね。こっちの方がまだ5段目ですね。うん。これはね、ちょっとボケてしまうもん、こんなもん。もうちょっと、やっぱそのオレンジやね。うん。これちょっと紬ですわ。紬切れてた。紬っていうのが材質のことですか？そうです、そうです。うん、ですね。染めの着物に、織の帯っていうのが、よそ行きになるんですよ。はあ、うん。染めの着物に、織の帯。うんうん、で、染めの着物に染めの帯もします、こうやって。で、織の着物には、はい、この、こういう塩背の染めの帯も締めますけど、織りの帯も締めるんですよ。うん。うん、なので、こういうのが織りの帯なんですけど。ああ、なるほど。うん。そうですね。だから、これとこれは絶対合わさないんです。うん。カジュアルと、こう、もう、なんていうかな。これは染め。そうです。ですよね。そうです。そうです。そうです。あとは、これが交渉なんですけど、これはすごく雰囲気です。うん。うん。それは、季節も関係なく、大きいとそれダメですか？違う。そうじゃない。うん、ちょっと思うんですけどね。これにしますよ。ね、そっちの方がいいと思います。うん、それか、でもこれが地味なんですよ、この茶色までいくと。ね。ちょっと違いますね。ちょっと違いますね。うん、ちょっとつけますね。ね、うん、オレンジ、それぐらいのオレンジの方がいいと思うんですけどね。うん。これすごい。ちょっと違うね。こういうのって買われてるんですか？ん？持ち込みで持ってこられるんですか？いや、ほぼ市場です。ああ、うん。あと、あ、そこ紫か。うん、面白いのは面白いんですけどね。ちょっとモダンになりすぎるでしょ、これ。ちょっと面白いのは面白いんですけど。ちょっとそうですね。嫌いじゃないですけど、うん、ちょっと、うん、モダンになりすぎると、いや、あ、でも悪くはないですけどね。悪くはないですけどね。うん、あの、うん、これですかね。うん、まあ締めてみましょうか。あれやったら。まあどちらかというと材質から言うとこっちの方がビッドンピシャなんですけどね。うん、で、これ、名古屋帯って言います。はい、あの、ほら、要するに、胴回りのところがもうちゃんとこの形になってて、あの、ここが一重太鼓、あの、二重太鼓になるのが袋帯。
はい、これが名古屋帯です。はい。はい、で、名古屋帯からとにかくマッサージします。はい。はい、で、ですね。それに合わせて、はい、枕が必要なんですけど、それと別にこれが必要です。帯揚げが必要になります。帯揚げですね。で、この帯揚げは、この帯からもよく見えますし、ここにちょっと出てくるんですけど、一番よく出てくるのはそれと和装用のクリップをちょっとごめんなさい。私が出張先から来たので、ちょっとあ、そうそう。それと、枕を、どんなのでもいいですから、こうやって、これ、あそこ、薬局に売ってるガーゼです。はい、ガーゼで、こうやって。あ、そういう形で売ってるわけじゃないんですか？違う違う違います。枕ってこの状態で、紐みたいなのが通ってるんですけど、その紐だと食い込んで痛いので、こんな風にします。はい、こういう風に。普通、ガーゼに、ガーゼをただここをザクザクザクとこう、本体に縫い付けて、こういう状態にします。はい、こういう状態にします。こういうふうにしとくと楽なので、はい。だから、帯自体が重たく、帯はこんなのがいいんですよ。あ、枕はね、はい。そう。で、それが、もし、ご予算を許せば、ヘッチマリしてください。そしたら、これが風通すんで、暑い時に楽になります。で、とにかく軽量であること。はい、これ自体が硬いのはダメです。はい、当たった時もう、ほんとずっともう、疲れてしまいますんで。で、こういう小物は次から次に買い替えないでしょ。はい、だから、なんていうかな、買ってた方がいいです。そういうのね、はい。で、これは自分のオリジナルで作ったんですけど、はい、こうやって留めとくと、また、着付けがしやすいんですよ。なので、自分で枕を買ったら、余り切れでいいので、できれば、こう、何か絹のも余り切れがいいんですけど、この滑りがいい分で、こうやって真ん中でこうと。で、もうこれ、帯から見えません。なので一応こういうふうにして用意するといいですね。はい。はい。ということで。はい。で、これは私も、名古屋帯なので、はい、あと、帯締めも必要です。はい。こういうね。ちょっと、してみてますね。バサって、輪になってる方。はい。輪になってる方と閉じてる方。はい。はい。だから、輪になってる方が、はい、自分の体の方。こっち。はい、そうです。で、ここで本当はクリップを止めます。はい。で、すみません。ちょっとクリップがないので、ちょっと、混乱しますけど、はい、これね、和装用のクリップあるので、和装用のクリップやっぱ持ってた方がいいです。だけど、まあ、こんなので見ればいいですから、はい、なんか止めれるもの。で、止めていただいて、こうして下ろしてきましたよね。はい、だから背中でこうして一辺支えて、止めて、これをこうして下りればいいです。こういうふうに。はい。ですか、はい、ただ、そしたら今、こうすると前は輪が下になってて、合わせた方が上になってるはずです。はい。で、それね、手をね、余計取りすぎ。手。手はね、これぐらい。これぐらい。いや、多分取りすぎ。それぐらい、それぐらい。そして、こうして持ってきたら、2周します。で、自分を動かします。あれを動かすんじゃなくて、2周。で、2周を回るときもね、中心線のところ、こうして、ここのところ、こうして押さえながら。で、力を入れるのはどちらかというと、帯の下の方を締めていきます。帯の下の方。いや、ここ難しい。使用したを見るのは簡単なんですけどね。そう。なるほど。クリップがないとなかなか難しい、ね。そうです。そうです。で、これで。で、ね、もしね、あれだったら、ここに挟んでてもいいんです。その、伊達のところに。これね、気持ち。この角のところにね。この角を、これに。気持ち。そう。で、半減を折り上げて、はい、そう。で、自分の体を動かす。まだもう一周します。
手が釣れそう。そう。で、こう。はい。はい。まだ行きます、まだ行きます。はい。まだ回る。はい、まだ回ります。はい。で、はい。もう一個です。受け取りすぎてますね、やっぱね。せめて、ちょっともうちょっとこの、せめてこのぐらい来てほしいじゃん、これからね。あ、はい。そうそう。で、今、ここまで来てますよね。そしたら、そう、これ、これぐらいなんです、これ、これ、そうそうそう。そうで、今、そして締めないかんのは、ここで、こっち側ですよ。ここね、ここを持ちながら、ここを持ってます。こう、下から、下から、下から。今こうなってる、こう。そうです、そうです。そして、こっちはね、スーッと持っていきながら、こっち、あ、これはこれ、もう持ってなくて、こっち、これを、ね、こうしながら、こうしただ、ちょっと閉まるんでしょ。はい、あ、閉まりました。はい。ね。そう。で、ここを整えたら、はい、そしたら、これをもう外して、これ後ろにポンってやってしまう。はい。ね。たら、今こうなってますよね。はい。そして、これを、ここを押さえながら、はい、こっちを、こう持ってきます。いいでしょうか。ね、はい、今こうなってますよね。はい、それを、ここを広げながら、こう持ってきます。こう、でくる。こう、ね、こう持ってきます。ちょっと、もう一回。これを三角の部屋で、これはこう降りてきてますよね。はい、そうで、そのこの手はここに押さえながら、その手にこっちの手を逆に合わせるようにして、こうしてこう持ってくる。いいですか。これ今何ストーンって今下ろしてきたとか、この、はい、これ下ろしてきました。はい、ただこれをこう、まあ、こう持ってますよね。はい、でその手にこれをこう広げながら、こうしてこう持ってきて、手が近づいてきたら、もうここの手をこう入れ替えて、こうするわけ。こうする。いいですか。今こうなってますよね。で、いや、いかがですか。初めてなんですから、はい、ただね、要は右手を開けたいんですよ。あ、はい、だからこうして押さえてたら、これをこうして持ってきて、左手で押さえ、左手で押さえ、左手で、あ、わかりました、うん、今できた、そしてこう、そうです。そしたらその手で何をするかっていうと、仮結びしたいんですよ。はい、なので紐がいきます。あ、そう、その辺すいません、いいですか。そう、あ、いいです、私はこれ使います。それで、今こう持ってるところに、ここに手を持ってきて、こうして前に持ってきます。で、その時必ず、富士結びって言います。肩結びのことを、肩結びを2回することを富士結びって言うんですけど、はい、そしてこういうふうにね。これ仮結びです。あ、こっち今、1個、あ、すいません。OK。そしたら、この、こっち、手の方。手の方。手の方をここで、こうしてクリップ取るんですけど、まあ、こうしとってもいいです。これ。手の方を。うん。そう。いいです、いいですよ。そう。まま、そう。そう。これ。で、なるべくも引っ張ってください、ここ。もっと引っ張れる。そう。そしたら、ここを。そうです。で、これで本当はクリップで、和装用のクリップで止めますので、はい、洗濯バサミでいいですけど、洗濯バサミでこうなっておけん、やっぱ、和装用のクリップも一個は持っとった方がいいと思います。はい、うん。和装用のクリップね。あ、そう、和装用のクリップって書いてもらっとく。そう。和装用のクリップ一個あったらもう便利なので。はい。はい、で、大小あるので、はい、大体ね、第一つに小二個のセットみたいなのがありますから、もう多分それの方が安いと思います。それが、大小だけでも、大きいのだけで、台だけで1個で売り寄ったらもうそれでもいいです。
第1個。第1個だけでいいです。大丈夫です。はい。そう。そしたらこれをね、今ぐちゃぐちゃとなったのを綺麗にこうして、出せるだけこうして整えます。整える。うん。そうですね。こうやって、こうしてね。整える。そう。そしたら、枕が来た時にこの三角のところを押さえながら、こうして枕がこうしてきますから。はい。こういう。ね。たら、枕がないのがあれだね。ちょっととりあえずお貸ししますね。はい。うん、そしたら、この枕で、自分でしないといけないんですけど、はい、こうしないといけないんですよ。こういうこと。ほうほうほう。こういうこと。ちょっとやらせてもらっていいですか、うん、こうなってると、うん。そう。で、なんでね、枕がね、はい、これが、こっち側が本当はこう、こうなっとかないかわけ。はい。だけど、あの、なんていうか、こう。ひっくりで下向けといて、こうなるんですよね。だけどこうして合わせないから、じゃあこう。今、これ上、これほら。完成形はこうせなるけど、当てるときは、すくわないといけないから、ちょっと。なので、いいです。あ、じゃあ見といてくださいね。はい。だから要は逆さに今持ってるんですよ。はいはい。本当はこっちが正面だけど、逆さに持って、逆さに持って、だからさ、逆さに持っとくけど、今持ったらもう逆さじゃなくなってるんですよね。はい。そう。で、ここでこうして整えながらね、はい、これをスーッと持ってくるんです、こうやって。おー、すーごい。ね、ということ。で、そして、こうして、ここのところだけはぐっ、ぐっと体に寄せとかないといけないんで、それで、ちっちゃい紐やったら痛いじゃないですか。なので、ここのところをガーゼにしてくださいって。はい。だからこれ、私も大概でも直さなかったけど、もう、すいません、何十年頃なんですね。で、これを、ここは絶対にぐっと体に寄せたまま、やっぱりこれ、不純水。でも、ここのところだけはぐっとして、もう、出なきゃいけないですね、うん。今から着付けするっていう前に、うん、食事を済ませてください。うん、そしたら、その分ほら、ちゃんとお腹入ってるじゃないですか。うん、スキッパーのまま着付けして、ご飯食べたらものすごくきついから、はい、ある程度、必ず着付けをするっていう日は、例えば、それが、お昼に行事があって、うん、午前中に着付けるところで、必ず、普通にお昼に、朝ごはんをちゃんと食べてから、着付けると。はい。うん、いうこと。で、今のところの分を、ここだけを押さえます、これ、はい。で、これは後からするので、このまま、ちょっともう仮でいいです。もう適当に今入れるので、後から何度でも直せるので。で、今この状態ですから、はい、これを、今こう止めてあったのを、はい、ここにね、本当に止め直すんですよ。だけど、やっぱりごめんなさい。そういうクリップ言うんですよね。で、この紐を、仮紐をちょっと、これちょっと和装のクリップで止めておいて、そしたら、今、このままダラーンってなってますよね。そしたら、ここが今、内臓がぐちゃぐちゃってなってるんですよ。でそれをこう押して折りながら、こうやって、綺麗に整えます。こういうふうにこう。はい、枕の入れてしまう。だけど、ここのとここんな風に平たくする。はい。なので、結構意外とこういう動作が多いから、その前にストレッチをしたとかいいですよね。うん。こうね、なんかできるように、こう、例えばこう手を回すとくとか、手の稽古してるよ。手つりますね。はい。それで、ここ。はい。一人でするときは、はい。鏡見ちゃいけないんですよ。うん。うん。なぜかというと、はい。こうして見てたら、帯がずれるから。体の真ん中でしないといけないから、はい、ここは、帯山だけは気にしたら、後のとこはこうやって、体の真ん中に来てるなっていうのを、こうやってもう、自分の手で、そう。そしたらここに帯の下の線があるでしょ。はい、帯の下の線にこれを合わせて、はい、そしてここに持ってきたら、これをこう持ってくるわけ。こういうふうに。あうん、そして、はいはい。うんうん、そしてね、はい、これはね、ちょっと私は手を、私は手、これは手をたくさん取らないかなって、もうちょっと。うんうん、っていうので、こうやって、ま、巻き込んでいったら、はいうん、ここがちょうど自分の人差し指と同じ長さにします、はい。で、これで整ったらこれで前に持ってきます。はいうん、そしたらまだ中がぐちゃぐちゃなので、はい、で、
ここもこれ仮結びです。はい。そしたら、ここをぐちゃぐちゃってなってるので、こうやって、枕が見えるように、こういうふうに、こうして整えます。で、ここは一重だこだから一重でいいんですよ。ここはね。こういうことね。この長さ、はい。で、こういう感じ。はい、枕が見えた方がいいので。はい、なので、帯揚げってほら、結構目立つでしょ、はい、こうやって見ると。だから、何色を持ってくるかとかいうのは、ここで結構決めた方がいいです。はい、だって、ここにいきなり違う色がボーンってあったら、ねえ。で、逆にカジュアルだと、わざと、こう、黒い着物だけど、赤い絞りとかバッて来たりするんですよ。カジュアル。でも、こういうのは、できるだけ優しい、品よくした方がいいので、優しい、こう、オレンジなのか、ピンクなのか、若緑なのか、みたいな色を持ってこられた方がいいですね。それだったらね。のがいいと思います。着物と、オレンジのその着物、帯といい、こう、マッチするような、色を持ってくるといいですよね。はい、黄緑色とか結構綺麗ですよね。うん、だからそこお好みです、はい。はい。その着物の色から持ってきてもいいですし、はい。はい。ということで、はい。で、まだ途中ですね。はい。はい、ちょっとこのね、クリップ持ってくればね、ほんとよかったんですけどね。で、まだ今、この状態ですよね。はい。で、それを、こっちの手から、こうして、こう持ってきます。こう。はいはい。で、私はどっちも和さを作るんですけど、それ、どっちも和になるように、はい、こっちも和をこう作るんですけど、はい、それはそうしなくてもいいです。これでもいいです。こういうこと。で、これで整ったら、この体の真ん中のところを押さえながら、これも体の、ちょうどこれの半分になるところ。はい、ここを持って、ここが、体の半分、真ん中から、スーッと持ってきます、はい。で、この時に、こうしたら、ここで、ここもやっぱり、ぐっと引っ張っとって、はい、こっちと、こっちにシワを伸ばして、はい、これと、着物の上と一緒。これを上にして、こうして、はい、こうするんですよ。こう。こうする。で、これをもう、出てきたら、外しますよね。はい。これね。で、これを、ぐーっと下の方に締めたり流しちゃうけど、はい、いや、まあ、これはね、上すぎたらおかしい。これを。はい。こうおかしい。ね。だけど、あんまり下、こう、下すぎるのも、ちょっと一気に締めちゃうと思ったり、あとこうな、こんなひん曲げて締めちゃうとかあるけど、いや、もうまっすぐいいです。まっすぐいいです。あんまり、なんていうかな。こなれてるように着なくていい。お行儀よく着たり、品よく着る方がいいと思います。なんていうかな。もう、ベテランでね、着こなしてらっしゃるとかだったらもう別ですけど、そういうちょっとこう、変わったことはもうしない方がいいです。で、これが、長すぎた、これビローンって長すぎたな、調整したいなと思ったら、名古屋帯のいいところはできるんですよ、後から。こうやって、あともうちょっと、こうやって、ここのとこね。ごめんなさい、ちょっと。名古屋帯はね、こうやって後からできるんです。さっきほら、取れたねっていうのが、さっき心とか取れてたんですけど。袋帯と違って、これは、こうやって、調整が効きます。ということで、こんな感じですね。はい、でも、もうちょっと気持ちいい、本当はもう少し、これが、こんな細さが欲しいですけど、はい、で、ここは、はい、今、仮でしたから、上3分の1、下3分の1、はい、上3分の1、下3分の1、はい、をあと半分に折ります、はい、でこれもそれを半分に折ります、はい、でこうしてこうしてここのところにあんまりシワを寄せない方がいいんですよね、このここ、あ、はい、うん、であとはこのピラピラの方を
内側に入れるのが大体定番ですね。はい、でこっち側をちょっとこう出しとく。はい、でこうあんまりビロンと出さないで、まあ、ちょっとこう、もうちょっと引っ張ってとかね。うん、はい、なので、あの、同じ着物でも、帯揚げとか帯締めで季節を表したりします。あの、秋だったらもっと深い色になるとか、なってるので、はい。なので、ちょっと枕をします。あと、帯揚げは何かありますか？いえ、持ってます。ないですか？あ、もうないと着れないからね。たら、もう その帯決定でいいですか？そしたらもうそれに合わせますよ。じゃあ、これで決定で。はい。はい、そしたら、これ夏用なんですよ。こういうのね。でもこれよね。この中じゃ。いや、これじゃないやろ。こんな色違うよね。オレンジはね、こっち買わせるよね。締めてみ、つけてみましょうか。はい。うん、多分それはいいかもしれない。はい。あら。ちょっと地味かな。いいかもしれない。ちょっと一応。いけるんじゃないですかね。これちょっとね、980円とかで安いんで、うん、うん、あの、普通で買うとこんな値段じゃないから、うん、あの、安いのは安いので、おすすめはおすすめです。はい。はい、でもあんまりこの色、本当嫌いだったら、はい。で、まあ、ちょっと自分で本当はできないといけないですけど、まあ、ちょっと難しいので、持ってきますね。これを自分でしないといけないですけど、本当はね。こうして縫いながら、こうして。はい。そして、紐の方だけ、そのガーゼの方の紐だけを、ギュッギュッとギュッギュッと体にね。で、ここだけは本当はね、人が手伝ってくれると非常に楽なんですよ。本当は。分かってる人がこうして今みたいに押さえてる。押さえる、締めるときにはここ。そうです。あの、帯のこのここですよ。はい、こうですよ。そうそうそう。で、今、この、富士。そう。はい、で、そこは、リボ、あの、肩結びでいいですから、肩結びします。肩長結び。そう。そう、形を結びでもいいし、余裕があればこれでいいですけど、これをとにかくこう体の内側に、はい、あ、ちょっと締めすぎ、こんな締めなくていいですよ。まあ、でも、うん、それだったら帯をもうちょっと締めとかないか、そして、あ、これちょっと、これは、はい、悪くないでしょ、ほら、全然そんな、そうですね、ね、あの、目立たせないのでね、あれで、ちょっとこれはこうやってちょっとしておきますね。はい、そしたら、今、こういう状態なので、ここの内側の内臓をこうやって、ここのところ、まあでも綺麗にできてますよ。もう別にそんな、こうしないといけないことなんもないんで。もしぐちゃぐちゃだったら、ここに座を入れるということです。はい。そしたら、もうこれが閉まったので、この仮結びをほどいていいですね。で、本当はここに、こう、クリップとかなんかをこう止めておくと、ね。はい。たら、これでさっきしてたのが、ちょっとで押さえてもらっていいですか。あの、これは自分でこうしてるでしょ、私。はい。こうして。ほら、こうして、はい、このぐらいね、こう、そしてこれをこうして持ってあげる。あの、一人してもらったら簡単なんですよ。これ、こうやってするだけ。自分ですると大変。はい。ね。こういうことです。はい。そして、ね、このぐらいのオレンジでちょうどいいでしょ。はい。あの、帯締めてしまうと。そうですね。で、これ、あの、帯下で一旦ちょっと。そう。藤結び。うん。あの、そこはしっかり締める。で、これがね、はい、ボヨーンと大きすぎるなと思ったら、はい、この、こっち側をこうして引っ張ると締まるんですよ。こっち側、はい、こっち側をね。はい、あの、この内側がこっちについてるから、こっちを引っ張るんですよね。で、あの、
ちょっと右側をね、少し上に、ここのところをね、はい、今私どうしてこの、あ、そうかそうかそうか、あの、やつね、これちょっと分かりづらいね。あのね、どっちかっていうと、はい、この右側のお太鼓がちょっと上向いてる方がいいと言われてました。うん、昔あの、ただのこう真四角よりも、ちょっと向かって右側のと端っこがちょっと上に向いてるのが、うん、あのいい着付けだと言われてました。うんうん、なので、どっちかっていうと、こうした時に、ここのとこだけがちょっとこっち向いておく。はい、っていうふうに言われてましたけど、まあ、もしかしたら昔の着付けの仕方かもしれん。昔はそう言われてました。うん。で、もし、このままだったらこれでもいいです。だけど、もし、あれ、これね、この分ね、手をもうちょっと長くしないと取らないかな。これ、そう、これが本当はこう来てたんだね。ああ、そう。で、これね、さっきのね、どこまで自分の肩にかけるのか、とかいうのも締め慣れてくると、はい、あ、それだとほら、多すぎるんですよ。ほら、ね、だってこれが、ここでいいわけやけ。この分量をほら、わざわざ折り返すほど残っておくわけでしょ、うん、だけど、これは手の取り方がちょっと足りんかったなっていうこと。はい、うん、だって、ほら、本当はもう少しこれ、ここまで来てほしいぐらい。ちょうどその分が、ね。そう。で、じゃあ、まあ、とりあえず今、これを、後ろに持っていきます。こうしてね、こうやって、まあ、中に入れるんです。そう。はい、そしてね、入れた時にね、あ、これちょうど長さいいですよ、あのね。ちょうど見たときね、ここも少し見えてる、ここも少し見えてるというので、長さ的には理想的。ちょっと話してみよう。うん。理想的。そう。これが、そう。ちょうど見えるってくらいの、そう。ここから見える。です。はい。はい。で、帯締めでしょ、はい、帯締めがね、あるんですけど、さて、オレンジにオレンジしても面白くないから、私は黄色かなと思ってるんですけど、いかがですか？ここにそれが来るんですけど。うん、それかですね。はい、うん、あ、なんか若いグリーンがあるとよかったな。これはね、これは夏用なんですよ。良さそうな。いいですか？はい。うん。こっちよりも絶対そっちと思うんですよね。うん、黄色でいきましょうか。はい。うん、緑、わかんないんだけど。ちょうどこっちは渋すぎる。これがもうちょっと若緑やったらね。うん。うん、あの、ちょっとこれじゃ薄すぎる。それこそこの色やったらいいじゃん。うん。まあ、でもそれでもいいですけど、でもそれがね、夏物なんですよ。どっちかっていうと。うん、あのメッシュっぽいでしょ、ね、うん、ちょっと季節がね、はい、ちょっと、うん、ですけど、はい、だからこれですね、真ん中に、はい、真ん中にちょうど体の真ん中、はい、そうです、これね、ここね、中、はい、中もとせっかくここ一人で、そう、出会わない、それだと絶対出会わない。はい、そうそう。ちょうど体の真ん中からスーッと前に持ってきて、で、そこで長さが一緒かどうかを合わせます。全然違う。だけど、長さ真ん中を、そしたら、今度は、はい、今、こう来た状態ね。はい。そしたら、はい、こっちが上。こっちが上。そう。で、こうして、こう。いいか、はい、こっちの上を上して、これをこうして、こう持ってます。下から。そう、下から上。そう、そう。で、ギュッとしまって、それでここ押さえながら、こうします。こうね、こうね。こう。はい。そう。そしてその中にこれを入れます。はい。で、こうです。こう。いいはず。あの、これごめん、帯板が入ってないけどね。ああ。今ですけどね。これは解きますよ。はい。はい、これはね、出てきたやつをね、ちょっと本当に。そしたら今度は、この帯揚げ。はい。帯揚げを整えます。はい。どうでしたっけ？3分の1。はい。3分の1と、3分の1と、3分の1。で、もう、まずちょっと持っとい、持っといた、持っといて、こっちも。3分の1、3分の1。3分の1。
そしてそれを半分に折ります。そう。そう。で、そっちも半分に折ります。3分の1、3分の1にしたやつを半分に折ります。そう。そう。そしてこれもやっぱり、まあ、結んでみてください。これは、半分にしたとは、輪が上。そうですね、そうです、そうです。なんでかと、それが、あの、表に響くから。はい。で、ここが、うん。どっちでもいいですよ。それどっちでも。富士結び。いや、あの、リボン、あの、普通に、なんて言ったらいいですか。あの、制服、セーラー服のスカーフの時のスカーフ結びの時みたいな感じ。最初。なんか、ここのところがないと、この、ここのところが綺麗に整っておかないで、あんまりブーっておかしくない、こう、ちょうどね、細すぎず、薄すぎずぐらいのこの厚さ、どっちかっていうと、もう、ここが命。はい。ここが命。で、後のこの分は、この中に入れてしまったんです。で、ここはね、なんとでも後から時間があるときに、あの、直せます。そこの、このスカーフ、あの、このようにないかは、あの、綺麗にもうちょっとこうしたりしたりとか言ってね、時間があるときにできます。そこは何度でも後からできますから。はい。そう。で、これはね、必ず、ここが引っ込んだからなんで。はい。あの、こう。あ、はい。ふわーんってなる。なので、こっち、ここは出とってもいいけど、ここは引っ込める。少しだ。そうです、そうです、そうです。そう、そうです、そうです。で、そういうのはもう慣れてください。はい。ぜひ。そう。そして、ここが今みたいに、上に上がりすぎとったらおかしいし、下すぎてもおかしいけど、ちょうど、そう、真ん中よりもちょっと下かなぐらいの感じ。もう今ちょうどいいです。で、今ちょっとね、帯板が入ってないんでね、ぐちゃぐちゃですけど。はい。そんな感じ。はい。はい。なので、ここから見えた時もほら、そんなに浮いてないからいいでしょ。帯上げ。ね。そう、これいいんじゃないですかね。私、ここをこだわるんですよ。あの、だって、どっちかというとこっち側よりもね、あの、こっち側が大事やけど、この、ここから出とうとか、あんまり全然違う色が出てくるとね。うん。これいいと思います。ありがとうございます。いいでしょうか。はい。はい。なので、まあ、必要なお道具と。はい。うん。だけど、今日したのは、顧問に名古屋帯です。はい。はい。いかがですか、その、オレンジ。お嫌いじゃなければ。はい。大丈夫です。これで。ね、はい。可愛いと思います。ね、可愛いですよね。やっぱそれぐらい、それぐらい、ね、帯はね、ちょっと派手ぐらいでいいんですよ。ここの色はそのオレンジだと激すぎるでしょ、うん、ちょうどベージュ色を選んであるので、はい、はい、いいと思います。はい、これ可愛らしいですね。ね。うん。可愛い。着れることになるかな。いや、でも、一応でも、とりあえず基本の名古屋帯。はい。で、ここから次に行くのは、あの、半幅帯なんですけど、あの浴衣着るときのね。もう一回いいですか？半幅帯。あ、はい、わかりました。つまり、ここが全部、始めから終わりまで、この長さのやつ。あの、浴衣の時に締めるやつですよ。はい。で、それは、あの、また、浴衣とかを着るっていう時にした方がいいので、とりあえず、この名古屋病が締めれるようになると、よそに着ていけますから。はい。はい。わかりました。で、ですね、袋帯を締め、あの、締め方を、あの、もう一回おさらいしたいっていう方が、あの、アクセスしてきてありますので、はい、あの、中学の時の後輩なんですよね。うんうん、で、なんか今、お子様ちょっと受験生なので、うん、その受験とかが終わったらって言ってあるので、うん、ちょうど今からもそれが慣れられて、はい、袋帯に行こうかっていう日にちょうどだったら、お二人ご一緒でできるからですね。はい、なので、もう名古屋日大丈夫だな。じゃあ、袋帯行きましょうかっていう時に、その方と、はい、3人でやりましょうか。はい。はい、なので、次はあ、それが揃ってからがいいですね。そうですね。うん、そして、また自分でもやってみられて、うん、やっぱちょっとわからない。でですね、うん、動画とかで、YouTube とかで、名古屋帯締め方とかで検索すると出てきますので、はい、それ見てみてください。はい、今日されてるから、はい、全くほら、ま、ゼロじゃないでしょ、うん。そしたら、ああ、なるほどなっていうので見えてきます。で、それでもわからないと、うん、あの、次にできますので、はい、あの、次の、会は逆に言えばもう大体こう自分で締めて慣れてきたので間違ってないかどうか見てくださいみたいな。おさらいですね。ね。うん。っていうところですね。はい。なので、さっきの、あの、けどもね、最終的に結果的に手が良かったですもんね。あの、うん、これの長さ、ね。のあれですかね。うん。いや、というかね、それぐらい余るんですよ。うん。うん、そう。なので、そこでちょっと折り返して、それ折り返すかも折り返す前かっていうので、うん、そう。なので、大体、あの、帯はそんな感じなので。はい。はい、ちょっと慣れていきます。はい。ですね。はい。はい。ありがとうございます。草履はあったんですかね。草履はあります。ああ、大丈夫ですね。はい。ありました。いや、とってもいいですよ、それ。
可愛らしい。ね、うん。うん。これ、なんか上に着るようなものをできれば欲しいんですけど、ありますか？ですね。あるのはあります。はい。ですね。ちょっと一応お見せしましょうか。ね、ないといかんですもんね。できれば、ね、早く、自分で着れるようにして。うん。2月中にはマスター。そう。で、ですね、今のところこの降臨ベルトはいらなかったから、はい、もし必要になった時に話しましょうか。多分あると思うんですね、うちに。そうでしょ、はい、うん、でしょ、やっぱありますよね。掘ってみます。うん、ね、うん。じゃあ、ちょっと一応、じゃあ一個だけちょっともう、あれしておきますね。はい。はい。多分、あれ終わりだと思いますよ。降臨ベルトはね、大体もう皆さんお持ちなので。浴衣は、そうそう、浴衣の時もね、いりますしね。うん、ですね。で、その、今の、二分式の着物、長襦袢に沿うと、すごくまた便利なので、それは、お家で洗えるんですね。はい。だから、あ、そうそう、さっきの今のシャッターがあるね。どうします？こういうの、まだ一つ。あ、いいんですよ、大丈夫。というか、もう一遍、あれされてもいいですか？あ、じゃあ、いいですか？うん、私の帯で貸しましょうか。せっかくだから。なんとなく分かったのと、実際自分で締めれるのがまた別だからですね。はい。じゃあ、ちょっと、脱ぎんしゃけ、あれしておきましょうね。はい。はい、この、足元ぐらいしか見えるようにしましょう。はい。お尻のちょっとなかなかの専門じゃないので、それで汗こうしてるから分かりにくいですね。すいません。切れれるようになるね、締め切れれるようになるの楽しいですよね。ずっと着物をしてみたいなと思ってたんですけど、ちょっと敷居が高くて、あ、そうですか、うん、何も知らん状態ですからね。でも、あんずるよりも産むが安しで、案外何とかなりそうな感じでしょ、うん、でもないが、7か所。ちょっと。まずその着物の選び方がまだ分からない。はいはい、ですね。そう。でも、そんな高いのがいきなり、うん、いやでもね、買えないし。いやいや、でもこの値段だとね、うん、だって2980円と2980円ですからね。これあったら、いや、だから私ね、自分が着物好きだから、この値段だったら、こうほら、トライしてもらいやすいなと思ってですね。とにかく、この。今度、レーシャーシート持ってきたらいいですね。うん、いやいや、いいんですよ。要するに、ちょっと切るっていう時、下、いっぺん、ここの上に置いとってもらったらいいか。そうそう、そう、コーディベルトの中くさいのかなですね。で、エリシンが入ったら全然違いますから、はい、そのまた、着物はね。エリシン、ね。長襦袢からやっていいですか？うん、いいでしょう。で、今よりも気持ちいい、はい、あれね、あれが、お腰をもうちょっと上の方にした方ですね。あ、もうちょっと気持ちいい。ズボンですね。うん、お腰を落とし。大丈夫です。ジーパン。脱ごうかな。わかります。じゃあ、もうちょっと。あ、出てくる。いや、もう、ここ、私しか映ってませんから、大丈夫です。はい。そうそう。自分の脱ぎ方だけでも違うんですね。どうぞ。絡まり。恥ずかしいですか。だから足のそのくるぶしがあるじゃないですか。はい、とか足首とかはもう見えよっていいぐらいの長さ。だけど、着物から見えるからですね。はい。もっと上でもいいかもしれません。もう水落ちのとこぐらいまで持ってきてるかもしれない。うん、そうです。それぐらいの長さ。でしとけば。で、こうでいうことです。そうです。だけど、それだったらこっちの方が名前が欲しいけ、ちょっと巻き込みすぎですね。そうです。それぐらいの長さでもいいです。はい。
だって、あの、下が見えない方がいいんですから。うん。それはもう見えなくていいやつだからですね。要は、ペチコートみたいなもんです。はい。はい。ちょっといいですか、ね、理想から言うと、はい。ちょっと一旦すいません。じゃあいいですか。こんな感じ。はい。裾すぼまりに着た方がいいですよ。はい。はい。で、この辺はもう、あの、残ってていいです。はい。はい。この時に、ここのところ、このぐらいまでね。はい、あ、そっか、ちょっと待って。後ろを作るように見とった方がいいです。はい。あのこうなってるんですよ。ね、でそれのこのここの一番上のところに紐を通そうとしてるんです。はい。ここです。うん、で、襟芯をね。はい。それで、ちょっとこのくらい開けるつもり。このくらい。はい。このぐらい。うん、で、開きすぎかなぐらいでちょうどいい良くなっていきますので、このぐらい。はい。で、これがちょっと体の真ん中に来ておかないといけないんで、ちょうどここに縫い目がありますから、ちょうど真ん中に来てるかなっていうのを、そう、チェックしておいてください。はい。そうです。そして襟を抜きつつここを合わせます。はい、そうです。そう。そしてこのグリグリが見えるか見えないかで結構しっかり詰めて。そう。そしてその見やつ口からここのそのお互いの紐をここを通し合う。お互いのその紐をあの。そうです、そうです、そう。それを一旦こうして出したやつを。あ、出てきました。これは？あ、これはそれでいいです。これはこのまま上でいいです。はい、これ上でいい。そう。OK。こっち側はこの見やつくじでこう手を入れながら、こうして整えながら、そう。そして、後ろのここに入れるんですよね。もしね、はい、そのことが無理だなと思ったら、ここも後輪ベルトを使ってください。これ厳しいなと思った。できると思う。うん。着物考えないとすごいです。うん。で、ね、結構大変でしょ？だけど、慣れうちはね、はい、慣れうちはほら、私みたいに、はい、もし、これを大変かったらね、はい、先にこれをこの腰紐で、通しとくんですよ。はい、こういうふうに。はい、ね。だから、で、この紐がちょっともうないとしますよね。はい、多分ね、慣れとったら大変じゃないけど、はい、ただ、これを前に持ってくる方が楽と思うんですよね。これ持ってきて。うん。そっちはよい。そう。の方が。うん、そして、それを、はい、そう。あの、こうして、でもこれをもうないとして、はい、うん。で、これで、あの、もうこれでいいんです。そう。そういうこと。そう。の方が楽かもしれません。だけど、それやったらもう、あの、それでもいいんです。はい。うん。これがいいです。うん。そうですね。はい。そしたら、これは、こうやって、こうして、こう、もうとにかく、軽くしとけばいいんですよ。それで、もし、じゃあこの紐も、あれかなと思ったら、こうやって、こうしてもらっておけばいいんですから、それは。で、だんだん慣れていくうちに、もうこれでもできるようになったら、あの、紐使わなくてもいいから、あの切ってしまったらね、もったいないんで、もうそのまま。はい。で、ここでもしね、もっとピチッとしたかったら、ここでも伊達締めを使った方がいいんですけど、まあ、伊達締めなくてもいいんですけどね。はい。うん。そうです。で、あの、グラマーでいらっしゃるから、もうやっぱりもう、あの、絶対和装用のブラジャーでピタッと留めた方がいいです。はい。の方が、あの、胸のところがスッキリしますので。はい。うん。もう、どっちかっていうと、こう、本当にこう、なんか、丘みたいに全然、もう、ペタッとした方がいいんですよね。ピタッとしとくんだ。はい。なので、でもスポーツブラジャーでもしたら必ず、こう、あれができるじゃないですか。その、うん
谷間ができるじゃないですか。だけどもう、ピタッとしてると思う。だけど昔の人は晒し巻いてたんですよね。うん。それがもう今みたいな忘れのブラジャーは絶対あった方がいいと思います。はい。はい、で、ヒップパッドも今本当は中に入ってるんですよね。はい、この時に、ね。そう、ということです。はい。そしたら、もう着物です。はい。はい、で、着物はね、そう、ここでね、着るときに、ここの上に乗せてもらっておけばいいから、心配しなくていいですよ。乗せてもらって。そう。で、後ろ向きながら、そうです、そうです、そうです。で、コートみたいにして着ない。そして、ここと、これね、ここと、ここがね、だからずれるんですよね。そっち。それとそこが合って、違う。こことここがまず合ってるなっていうので、一つ、どっちかの手。もう一つの方の手が、この、ちょうどこの真ん中の線が体の真ん中に来てるなっていうのをチェックして、こうして整えるんです。こうやって。これで整ってるなっていうのが分かったら、そのままスーッと、こっちはこれを持ってきて。はい、で、これもこう右では右、そうそうそう。で、こう一番端っこまでも、一番、そうそう、託し上げながらね。一番端っこ。端っこですね。そうです、そうです。そう。はい、そして、そうです、そうです。で、まずは、上前を整えてから、上前っていうのは、このぐらいくる。上前はこのぐらいきます。はい。はい。そう。で、その時にこれを、はい。こうです。あ、ほら、来るじゃないですか。これ、ここまで。ここの下までぐらいか。はい。だけこうね。こう。ここもたぶん、そうそうそう。そうです、そうです。こう持って。で、これをこういうふうに、入り込みますよ。はい。はい。そして、それをそのまま上が、逆に、ごめんなさい、逆に、こっち、こっち、こっちがそのスライカー。こう。はい。そう。そして、それを巻く。ね。だけどほら、もう、あら、これの方がいいでしょ？ね。なるほど。そう。こう。そう。これは、こう、上に上げる。この辺。その時、これ、その前に、ちょっと、これが入ってこない。そう。で、それをちゃんと決めれるのも結構着物の大事なところ。そう。曖昧になってしまう。うん、でもその、してそう。これが足の前に来るように、うん、あ、差し、こっちか。そうです、そうです。こっちがこう来るように。そうです、そうです、そうです、そうです。で、でもね、あんまりね、うん、こうやってね、ピシッとしとったらもうここも巻きつきしれてしまうけ、必ずちょっと、こう、このぐらいは、こう、手一個ぐらいのあれで開けとかないと、あまりにもぴったり締めすぎとったら、あれなので。うん。そう。なんですけど、ここが、この線が、ここまで来てもらう感じ。こういうふうに。この脇線が、この、はい、左足に来てもらう。だけど、こう折り込んで、こう折り込んで切るんですよ。大事なのは、この線が、ここに来てもらう。はい。そう。ってことは、こう折り込まない感じ。こんな感じ。そのためにこう持ってくる。そうそうそう。そうです、そうです。そう。そしてこれは、はい、そう。これはこう。そう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 。はい、で、その時に、このぐらい。はい。このぐらい。で、畳、今は、要するに、畳の真上を歩くとき仕様なのか、草履なのかによって、そこのとこは調整します。はい。で、それがうまくいってない場合ね。はい。いつでも長く着ておっしゃって、ずっとすっとんしゃばりがこうなるんですよ。着物がね、擦れてしまうとか、こういうこと。うん。擦れてるんですよ。なので、なんていうかな。このように、草履でずっと行くようならいいけど、畳だと思ったら、少しここでこう調整してあげないと、こういうの、下足って言うんですよね。うん。にならないようにしてこないと、もう、これで、着物パーになってしまうんです。はい、なので、その調整は、
気をつけながら、だけ後ろのところがあんまりこう引きずらないように、うんうん、大丈夫です。はい。はい、でここで止めます。はい。で、そこで一遍キュッキュッて締めていいですよ、そこはね。そこでキュッて締めて。だいぶそこまで来る。ていうか、さっきジーパン履いてましたんだけどね。え？ジーンズ履いてましたんだけどね。デニム履いてましたんだけどね。デニム履いてましたのとは違いますね。っていうかね、やっぱ、なんていうの、子供運動したりとかすると、こうね、こっち、ね、違すぎますよね。なんでこう押してね。ちょっとここで引っ張ったらいいか分からなくなりますね。だけどね、ここは全部こうで乗ってるんですよ。あ、はい。で、この辺ですね。ちょうどおへその上ぐらいのところに私はこの腰紐が来てます。ね、あ、ちょっと今下すぎるんじゃないかな。ちょっと、うん。でないと、このぐらいが必要です。ウエストっては言わないけど、ウエストよりも下ですけど、あんまり下すぎると、2周があるんですかね。うん、前の、うん、前からですね。で、一辺一周回してこうして高い力でこう持ってくるときに一辺キュッて締めてこう持ってきてもらっていいですか。そう。はい。で、こう、後ろも。で、宮津口から、そう。こういうの、はい、こうしたら、これでもまず全然ね、ちょっといいですか、もうちょっときつくしてみていいですか、きつくない程度に、そして、後輪ベルトです。はい。はい、その後輪ベルトはね、ちょっとね、二重にしてどうのっていうのは、もう止めてからでいいです。はい。うん、そう。ここですね。そう、OK。この辺。はい。でも、本当はこっちじゃなくて、こっちですね。こう。シングルですね。シングルの方で。で、
ちょうどそれと、ここと相対するところぐらいをちょっと止めていいですね。この中でね。しまいました、うん、ちょっと上から上すぎます、うん、あそしたらね上すぎたなと思ったら こっち側はこうして調整ができますから大丈夫ですよ。こうしてあもうちょっとこっちぐらいのが良かったかなっていうみたいな、うん、後からこうしてこういうふうに入られますから、はい、で問題はねここのこれをただ止めてるだけだから、はい、これをこうしてこの中に入れたいんですよ。こうして。はい。そう。っていうのが結構、うん。で、ここをとにかく一重にしたい。はい。中に入れる、ね、そして、二重にしたんですけど、ここはこう、ここに降りてきとかないからですね。そこのところは結構、ややこしいっていうか、難しいと思います。そして、こっち側に持ってきたときには、これは、あっとかない感じね。そう。だけど、まあ、どうしても、あのときはこうして合わせてもいいですけど。で、ほら、どうせ、だって締め締めるでしょ、はい、そう。そう。なので、ちょっとここのところ、スムーズに行くといいですね。はい、で、今、こことここが合ってるのはいいです。はい。そう。そう。だけど、もう、あれしたものの、うん、ね、ちょっとここのところ、これ、ここも止めてるのが上すぎる。うん、かもしれませんね。OK。そう、思ったよりも、こう、溝落ちの一番、溝落ちの一番下。一回呼吸を整えて、これを合わせつつ。でここはね、もうさこの中のままで収めていいやったら簡単だけど、このままやったらぽっこりするけ、これをこう出したら最近ちょっとね、ややこしいんですけどね。うん。でもかなり違うんですよ、それで、仕上がりが。これを中で止めるのが結構難しい。じゃあ、中で止めてから持ってきますか。先に、そっちを先に。なるほど。ね。そうしましょう。うん。そしたら楽じゃないですか。うん、そこで一旦、その時ね、要は逆に言えばね、うん、じゃあこうしてるんだから、もうこうするんですよ。うん、こうして。うんね、こう止めるでしょ、これ。ね、そう、止めといて、うん、こう。熱すぎるって言った。そう。そう。だから、こうやったらいっちゃう。ね。そっちの方が楽ですね。こっちが楽ですね。そう。ただ、これやったら、こうして、こう持ってくるけんね。はい。うん、だから、うまくいきますよね。感じ解決です。うん。そしたら、これをこうして持ってくる。だけど、逆に、じゃあ、こうして持ってくるやつは、こっち側がこうやって割りになるとか。あ、それでね。わかった。これね、ちょっとね、深くありすぎるけん。ここは調整しないといけないんですよ。うん。ただ、これやったらうまくいきません。はい。これぐらいやったら。そうですね。そうそうそう。これでうまくいきますね。うん、これやったら。いや、今ね、ちょっとね、余計取りすぎてたんですよ。だけ。うん、で、このぐらい。やったらうまくいきます。はい。ね、そう。だけ、もう、そうそう、そうそう。ええとね。これぐらいの長さにしておきましょう。そしたら、もう輪をね、これぐらいにしておきます。そしたら多分、止めにくくないと。これぐらい。ね。これぐらいしたそうそう、だけ分かりました。二重にして、こっち側を止めて、出して止めてから、もう逆に持ってくる。逆回し。これで、一重になっとれば、
おはしりが。うん。なかなかおはしり難しいですね。うん。こう、こうする。ちょっとここのところはその、うん、あとから整えましょう。そして、はい、背中も自分で整えないといけないので、はい、はい、そうです。だけどここをまっすぐにとって、下からもこうして引っ張って、こうとにかく平たくします。はい、本当ねこれね着付けの調子がおったらそんな大変じゃないんですけどね、これ自分でしないかもやけどね、大変です。はい、はい、綺麗です後ろ大丈夫です。はい、たらそこで伊達締めです。真ん中を、はい、そうそう、上から、そうそうそう、胸をこうきれいにこう整えるようなつもりで、そうで今襟芯入ってないからね、あれです、襟がぐちゃぐちゃですよね。そう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 。うん、こうやって上からこうして押さえるようにして、こうする。そしてでここで締めちゃいます。今みたいにキュッて締めてくださいね。で、それを、そうです、そうです。そうで、その時に、はい、整えてください。おはしょりを、まあ。このおはしょりを、ここに、はい、要するに、整えるために、こうして、あ、なるほど、こういうふうに、はい。この時に、こうして整えてください。こっちに、こっち側はね、もう指一本分以上で取ったらいかんけん。そう。だけど、この辺のとかの、二重で当てるつも、本当はこの、ここに中に入れとってしまってよかったですね。そうです、そうです。そこで整うべき。で、これも。はい。そうです。そう。で、最終チェックで、ここもね、こうですね。そう。で、できればね、こう、後ろ、こうした方がいいですよ。ここね、ここ下、一番下。このお箸のこう下のところ。で、ここは、で、出したときに、もしね、こう、上の方に飾るような飾り帯するようなときは、こっちのお箸も大事やけん、こうして入れるんですよ。あ、そうか、隠れるんです。そう、隠れるね、これでいい。そう。はい。これでいいです。はい。はい。で、帯板。はい。これってですね、はい、これがポケットになったおけん、こうなんですよね。で、いっぺん止めてしまって、はい、それが整えていいですよ。はい、あれだったら前で止めて、後ろに回してもいいですし。で、まあ、逆でしたね。これが内側に入る。あ、本当です。帯が大変、こう、引っかかりがある。あ、そう。帯が傷んでしまうけ、今から締める帯が傷んでしまうけ、ちょっとやっぱ、こうですね。はい、これやったらこう、このまま。はい、で、その時に、なるべく帯の、なるべく帯の下で、こう、こっちをこうして、こっちを開けるような締め方をする。うん、この、なんか、あんまりこれを上にしとったら、これが見えますから、はい、なるべく、一番下になるべく下げて。で、そのためにはね、これをこう上に上げてもらえるんじゃないでしょ、こっち。こう上げるとこうなるから。
ね、これ上にすると、自然とこれが、ここに余裕が生まれる。こういう感じ。はい、そう。で、セッティングします。はい。で、結局、このとき、ここが出てくるけど、ちょっと、これ、やっぱそんなに入れなくてよかったですね。うん、逆にね。このぐらいいるもん。ゴミの下。ね。このぐらい。ちょっと忘れるね。それがね。着物、ここが難しいんですよ。これ残るけん。そう。だけど、あれですよ。で、紬の方は、おはしょりとかは作りやすいです。紬の着物の方が気楽は気楽。そのしっかりしてるから。そうです。あの、だから形が整ってくれるんで、着物、あの、紬の方が、まあ、着付けはしやすいですね。でもそれで慣れておけば、でも、ちりめって大体つくしやすいのはしやすいんで。はい。はい、で、帯です。帯。はい。で、輪になってる方を自分の方に。そうです。覚えられる。筋がいいです。そう。で、さっき、で、ちょっとこんなので一旦こうして止めますよね。はい、そう。で、ちょうどこのぐらいです。この帯板にかかるぐらいがちょうどベストなので。はい。そこからどうしました？そこから。うん。そして、もう。そうです。で、こうしたときに、ここをね、この端、一番下をここを持ってるんですよね。はい、そして、自分の体もありますよ。自分の体の方を回します。そう。自分の体は自分で覚えるといかないですね。はい。もう一度、まだ回りましょう。で、これはね、こう来た場合があっちゃう。この、ここで、下で持ってた。離したい。そう、離したで感じ。この持ちました。そう。そして、これ、あ、でも、ここまで来ていいですよ。はい。そして、これが、こっちね。はい。下、こう持ってます。こうです。そう。で、これが、こうして、こっち、これで引っ張るのね。そして、ある程度閉まったら、パンパンパン。そう。だけど、ちょうど柄が、こうが来ましたね。はい。はい。いいですよ。バッチリです。そう。じゃあ、まあ、こっちの手は離さない。こっちの手は離さないで、はい、これを、あ、ちょうどいいです。うん。これを、外して。いや。もうこれいいです。もうここはいいです。外して。ここまで来たらいいです。で、これを逆に、ここだね、こっちを外さず、ここは絶対に持っといて、これ今、ポンってやりましたよね。ただ、その手が、ポンってやった上に、この手が、そうです。そして、この手と、この手が、合いに来ないといけないんですよ。これが、この手に。これを広げながらね。広げながら合いに来るんですけど、この時、広げてこれが、今度はこの手をこうしといて、今度はこれが、この上に来る。そして、右手をどうして離すのかというと、仮結びをしたいから。右手。はい、ここが一番難しいところかな。クライマックスです。うん、そうです。両方からシュッと持ってきます。そう、それで一旦こうです。ここが崩れていいんですよ。一旦それをスッと持ってくればいいだけ。そう。で、そこの仮結びは絶対大事。はい。で、今、こうしてゆとりがあるでしょ。ってことはまだもっと締めてよかった。今のところ。富士結びをして、富士結び。はい、しました。はい。うん。富士結びになってます。そうです。ただ富士結びったらね、いざパッて今手が離れたとしても、ほどけないから。という必ず仮結びを富士結びにします。はい。はい。ですよ。はい。そしたらその手が、はい。どっちもどっちも。はい。うん。あの、これを、はい。こうやって、このまま前に持っていきます。はい。で、その時にも、ごめんなさい、やっぱりこれが、ちょっと、必要なんで。これ、すごい手が今度足りないね。このぐらい必要なのね。ちょっとね、ほら、ちょっと足りないね。これちょっとかなり余ってる。マジでジージーちょっと、最初の首肩はちょっと悪いね。もうちょっと取っとかないのかったね。で、まあ、ちょっと取っといて。はい。そしたら、今度は、これをね、できるだけこうやって出します。こうやって。はい。そう。これでできるだけ出しますね。はい、でいいですよ。もう出してしまった。はい、そして、また自分で取ったのね。枕がこうあります。で、今がそれなので、はい。はい、こ
そうです、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 そうです。筋がいいですよ。すっごく筋がいい。一回目でここまで来られたらすごいですよ。ここから、お箸のところから、そのお箸は関係なくって、これを、こうして、ここにつけといて、これを、こう持ってくるんですよね。こう持ってくるんですよね。こうしといて、これを、こう持ってくるんですよね。さっき手伝いましたもんね。はい。ね、ほぼ、私が締めましたね、よく考えたら。途中から。いやだって、初めてやもん。そう。だけど、要は、こうなりたいんですよね。はい、だけど、持ってる手はこうなんですよ。はい、そして、こう持ってきて、こう上げ。はい。たら、こうなってるでしょ。はい。ってことですね。そうそう。そしてこれをね、その手で整えながら、これを、そうなんです。で、その時の、これがね、こうならないかんわけですよ。こういうふうに。もう一回ですか。はい。こうなっとって、こうなっとって。そう。だけど、これでこうした帯をたぶり寄せながら、そう。で、これが、そう。できてる。柄もちょうどいい。で、それで、ね、そこを確かめたいかと。そしたら、今こうなるんですよ。だけそこは必ず自分で体で真ん中に来てるってことを大事にせないかん。はい。どっちかっていうと。そう。なので、それね、こう、そこでこうって確かめると、帯が向いた側に向いてしまうわけ。こうになってしまうじゃん。はい。そう。ということです。そう。はい。だから、これじゃなくて大事なのは、その、さらしの、ガーゼの紐の方。だけど、どっちかっていうと、その、帯揚げはもう、ただ、手入れしてていいんです。はい、あの、極端な話。大事なのはそっち。そう、内側。はい、そう。すいません、顔が汚くて。いいなんか、手、あ、なんか、涙と汗の結晶みたいな。そうです。そう。そう。だけ、厚すぎない、薄すぎないガーゼの、厚みを覚えとってください。はい。うん。で、あんまりボコボコしとったら入らないでしょ。これぐらいの厚みでちょうどいい。で、薄いからビリッと、ガーゼがね、1枚じゃ切れてしまうから、20ぐらいにしてると思います。それの長さね。で、あんまり余計やっても困るでしょ。だから自分の体に合わせて、あ、多めに切っといて、あ、いらないなと思ったらこう切ったらいいですよ。はい。うん。はい。いいでしょ。そしたらね、今みたいに、ほら、ここのところちょっと、実は食い込んでるじゃないですか。ね。だけど、それをね、本当はね、食い込んでない方が綺麗なので、食い込まないようにして、本当は持ってきた方がいいんですよね。本当はね。こうなったと本当はいいです。あ、なるほど。で、これは仮に、はい、でこれもね、一遍食い込んでるんだったら、一遍ポッとこういうふうに外したらいいですね。はい。そう。で、それも仮結び。はい。はい。もう、適当でいいです。そう、とかもこう、たもとに入れるとかね。そうそう、とかリボン結びしたとか。そう。でもここはあんまりこう、目立たないもんじゃない、これね。はい。で、それは仮紐はもう結びの状態でいて、で、これはこっちに持っていくとくんですけど、やっぱりここでこう、クリップが本当あると問題いいですね。はい。うん、じゃあ、いや、これがいい。うん。何でしたっけ？こっから何でしたっけ？うん。後ろ向いてみてください。あ、そうだ。いや、それは違う。それ最後、これも、それはもう最後の最後。この手が後ろに行くのは最後の最後。はい。これどうするんですか？そう。その時に、これでも、自分でする。はい。はい。こうしとって、うん。こうですか？うん。だから、この、紐を、この、ここね、はい。そう。で、こうして合わせるでしょ。で、それをこうして、今度はこうして持ったら、これを、はい。こうしてるやつを、こう上げるんですよ。はい、自分の手で。はい。こうしてって、うん。こう上げる。こう。こう。うん。こうなってるのを、こう上げる。
そう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 。でそれもね、とにかくジョンの自分で仕切らないかと、ちょっと大変ですけど、はい、こうしたのをね、こうやってこれをこう仕切らないかっちゃう。ああそう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 、こういうふうに、こう仕切らないかですよ。ね、うん、そう。こうして。でダメ。今この帯下にこれを合わせとかと。うん。帯下を合わせといて。逆、内側に置く、内側に置く。そうです、そうです、そう。こうして。そう。で、これが、腕が。今日はでもこれぐらいでやめときましょう。じゃあ、後で、多分ね。あのね、理屈は理屈は分かってない、まだ。あ、全然、理屈は分かるまでやってください。どうぞ。そう。うん。内側に置くと。こうですね。そうです。で、それを、ちょっと待って。いいですか、はい、今、ちょっと私、これ、帯板が入ってるとします。で、輪がこっちですよね。ちょっと復習編ね。それで、今、こうなってますよね。はい、そして、それを、こう折り曲げて、こう折り曲げて、そして、こうして。こうして、そしてこの時にかなり締めてもいいですよって言ったのがここのことね。これ止めとかないやっぱいくらっちゃう。ごめんなさいね。これちょっとこれも止めとかないね。ごめんなさい。ちょっとこれ止めとくましたね。だからクリップ持ってしないようにしますね。なんでこの時にこうして閉める。ただね、結構でも閉まっとうけど、下を引っ張りよけん、ここしか引っ張りよらん、閉まるよらんで、ここが空いてるんですよ。っていうふうに引きつけます。そしてこれを後ろにやって、この手にこの手を拝み合わせるように持ってきたら、これでこうして。でこの手で、あれ、仮にも何もなくなったっけ。あ、そうか。あ、いいですか。ちょっとごめんなさい。じゃあね、この仮紐で、こうして、こう。で、前の、これをこっちに。で、ほら、このぐらい来るでしょ、やっぱいるんですよね。で、ここで、まあ、これ止めておいて。ただ、今、これで、こうして、こうやって、こう。まあ、枕がないやつだと、要は、まあ、こういうことですよ。まあ、ちょっと枕を取られたり。したら、今ここですよ。ね。今こう、まあちょっと一応枕があるとしたら、こう枕の中にこうしてね、荷物を腰でしょう。ただ、今この状態ね。ただ、この帯下にこれを合わせて、そこのここってことですね。帯下に絶対合うとか、ね。それはお太鼓の大きさってことだから。で、これをこうして、人差し指でこう中に。ただ、いっぺん入れたら手がかりができたから、で、ごめんなさい。私はね、なんかね、気がついたら左金なんですよ。だけど私はこうやって左でしようけど、もし右の方が動きが良ければ、右手でしてください。託し上げるの。はい。自分の。で、それで、そこのとこ最後、この人差し指、自分の人差し指の長さに合わせて、こういうことです。いいでしょうか。わかったと思います。わかりました。わかったと思う。うん、そしたら、今度は、最後、ここのところを整えて、はい。だここのところ、とにかく一重にします。はい。人絵のところに手を出し入れて、これを、この手は最後つらこういう。はい。手が最後。で、例えば、こんなに長指するでしょ、ただこう、折り込みはいいんですよ。はい。ということ。短い指は長い方がいい。そうですね。うん。だけど、今度は、他のところが師匠が来なさるから、まあ、
あの、じゃあ、今度ポロッと落ちることになるから、そこの手と、あの、垂れというか、の長さは、その体に合わせてしないといけない。そして、自分の体の真ん中を押さえながら、この真ん中が、ちゃんと、この時にちゃんと真ん中を持ってした方がいいです。後から調整したらいずれるので。で、この真ん中と、この体の真ん中がちょうど来るようにして、こうして持ってきます。そして、その時に、だいたい真ん中ね。で、この時にこうして、しごいて。そして、着物のこの上と一緒で、こう上に合わせて、で、こうして、こうですね。ちょっと帯板がついてないとこんな状態なんですよ。ね。ということです。帯板出たらそうですね。はい。では。ね、ごめんなさい、はい、あれがないっちゃう、これがいっちゃう、これまだこれがここにここにないって感じね、こうね、こうして幅これを内側に折り込んだら、どっちかの手で、はい、どっちかの手で、こう下げてくればいいですね。そう。下げてくるし。腰紐はこのままいいんですか？腰紐は、あ、そうか。下にやる。そう。で、まだほら、こう見てみて。まだほら、人差し指の長いですよ、これ。で、これはもうどんどん中に出ない。いや、だって今までしたことないのに、はい、いい線いってますよ。うん。そう。素晴らしい。で、その人差し指と整えるんですよ。これとこれ、こっち来てもらえばいいでしょ。そして、こうして、人差し指になるでしょ。こんなもんですね。でも、もう、それはちょっと下げ気味でもいいです。そしたら、この仮結びで、あの、この仮結び、腰紐で、前に持っていく。そう。そういうことです。それでほら、結局ほら、今ここまで来てるじゃないですか。はい、だけん、やっぱり、あの、もうちょっと手を長く取っておかないとね。だってこれ、あ、で、これ下よ。これは帯の、帯下ですよ。これはここ帯下。ね。帯下。帯下の線を今整えてるんですよ。はい、そう。でもほら、それでも長いでしょ、はい、ってことは、もうちょっと垂れが長くてよかったんだな。で、これも本当はこういうふうに綺麗に整えた、はい、これが整えたときに、このぐらいの長さでいいんですよ。ね。うん、そう。なので、ちょっとやっぱり、あの、うん、ね。はい、OK。まあ、これ、あの、ものすごい瀬戸した人たちはこう残るけんね。それをしたとしても残しちゃうけん。あの、あれなんですけど、あの、これやったら、もうちょっとこっちの、あの、はい、こっちの分を余計に取っとった方がよかった。ね。はい、そう。はじめはぐちゃぐちゃですよ。うん。初めはぐちゃぐちゃ。そこら辺とか、綺麗にいきんもん、それ一人で。これ、だんだん仕打ち。それはね、なんとね、こう、綺麗なのがね。おかしいですね。うん、ねえ、それは、ちょっと、そうですね。こうなったところになった。このことです。これが、そう、自然となったところになってるね。もうちょっとこれが。もうそう、そうですね。だけど、いや、でもほら、それでも何とかなってますよ。あるもんだ。ちゃんと。大丈夫。はい。そう。だけど、これね。はい。そうだ、そのままじゃ。はい。これ気持ちいい。どうぞ。どっち帯締め締め締め。はい。そう。はい。ちょっとね、ほんと助手がおるとね、なんともかないんですけどね。こうして、うん、これが上で、そうです、これが下で、で、これで輪を作って、ちょ、一遍、肩結びしてください。一遍、肩結びして。ギュッと肩結びして。はい、して、うん、で、こっちが輪。じゃこっちが輪。そう。こっち側で、こうして、あれ
こっち側はこれで一辺この上だけ、これも上にして肩結びね。でこっちをこういうのは作るんです。肩結びしてこう。肩結びしてこう。こうこうこう。そうです、そうです、そうです。で、それね、はい、丸い方はね、そげないけど、この角で締めたときに、それを覚えとった方が絶対楽だから、言ってます。はい、そう。なるほど、そういうこと、そういうことです。で、ね、なんかね、ここはね、着付けの流派によって、なんか下から更新したっていうけど、不幸ごとなんですよ、下からこうするのは。うん、普通こう、これが上からこう跳ね上がっとった方がいいので、普通は、こういうふうにするのが本来普通だと思います。だけど、例えば、こんなふうに互い違いにするところとかね。いろいろこれはね、なんかその着付けの流派というか、があるみたいです。だけど、まあ本来は、基本的には上から、普通は、間違いないと思います。不幸ごとは下から。あれ、のし袋の包み方と一緒で、頭を下げる方が、なんか要するに、長寿ごと。で、喜び方は跳ね上げると。いうことで、あれです。袋もそうなんですね。跳ね上げますもんね。お喜びことはね。というふうに覚えとったらいいと思います。はい。で、まずちょっとこれが仮結びなので。はい。で、一遍ね、こうして、こう一遍こう手を、ほら、一遍私は自分で手、あれしたんだけど、一遍こうやって手を入れて、こう綺麗にしてもらうと、ぐちゃぐちゃぐちゃってしたのがなくなりますから、一旦こうして手を入れるといいです。できればね。そうそうそう。で、そこはね、昔のセーラー服を着てた時と同じで、要は綺麗に、こう、スカーフ結び得意でした。いや、セーラー服じゃなかったの。あ、セーラー服。私、いや、でも中学生セーラー服ですよ。いや、もうずっとブレザー。ブレザーです。あ、じゃあそのスカーフ結びっていうのがあんまりこう、生活の中になかった。ないです。じゃあちょっと、大変ですね。私、不得意でしたもん。あの時はね、もう、いつも締めんでいいように、またかかってつければいいように。こういう感じですかね。はい。そうですね。これが、そうです、そこが綺麗やった使い、すごくいいですね。はい。ここがふわっと、いっぺんね、締めたらね、こうちょっとできる余裕も出てくるんですよね、ここでね。で、ここでこうふわっとこう綺麗にできてると、ものすごく綺麗なんですよね。なかなかちょっと都合よいかませんけどね。ね、3分の1、3分の1でこうしたところでしょ。で、こっちも3分の1、3分の1、3分の1でしょ。そして2分の1にするでしょ。で、こっちも2分の1にしたら、それをふわっとこう持ってきて、でもここはしっかり締めながら、ここの時にこうし持ってきた時、ここは綺麗なところになるんですね。で、この綺麗なのを保ちつつ、こうして、縛ったら、ここをとにかくこう綺麗にしながらこうして入れて、こっち側は入れ込む。このビラビラの方は入れ込む。こっち。そしてこれをこっちに少し上げて、ここは押さえる。ど真ん中は押さえる。この帯揚げは結構腰があるので、しやすい帯揚げかもしれない。これちょっとここでつるつるするんです。一遍ちょっとキュッキュッてそこで締めたら、もう一回で、藤結びしてるの？いや、ここは藤結びしなくていいです。一遍キュッて締めたら、そう、前に持ってきて、そう。で、ここを、こうして、こうきれいに整えといて、こう。ここを優しくこう、ここを大事にしながら、これを内側に入れてしまう。ここを表に出したので、これは内側に入れてしまう。なので、これね、ほら、帯板がここに出てくるでしょ。だから帯板は一番下にしとった方がいいんですよね。自分が今思っとる。そう、それで途中でするわけ。それで、そう、セットするときに一番下に入れとって、この、帯の下に合わせると出てこない。でも、ほら、今、いや、出てきてね、こういう失敗するといいんですよ。後からこう苦労する。なので、ちょうど出てくる。そう。そして大事なのは、ここを押さえたい。
そう、ね、太郎さん、帯束出てくる。違ったけど、帯束ね、これはね、考え上手で、こぼして一人手伝ってもらわないかって、なかなかね、あれなので、そう、最初のセッティングにね、はい、そう。なので、ここ、はい、いいでしょ、だいぶ。それで、こっち側をチラッチラッと見せるような感じにしとけば、一番いいです。いいですよ。はい。そうです、そうです。そういうことです。美しい。理屈は分かりました。で、ここのところくしゃくしゃってしたらいけないので、最後、こうしとくといいです。こうしとくと。あの、ここはシワが伸びない方がいいから、こうします。こうね。こうね。はい。こうね。ここの。そうです、そうです。綺麗なのでも好きなのです。そうそう。で、ね。ここで押さえてます。ここ爪でじゃない。ここで。こう入れたときに、はい、こうです、はい。そうです、そうです。そういうこと。で、そう。で、はい。できます。どうです。で、できます。ただ、もしね、はい、今日の着物は多分合ってると思いますけど、これが例えばこう押して、はい、出てくるなっていうとき、うん、その時は、ちっちゃな全品で、こことここをこうやって止めてください。そしたらビヨンって出てこなくなる。だから微調整でもし、あらと思った時は、そういうこと。で、あとはね、着物が今はちゃんと長いので、これが、こうして出てきてないでしょ。でも、もし着たい着物が、たまたまこっちの方がものすごくこうやって出るという時は、このさらしの部分を、こう、こんな風に折り返して、ちょっと、安全ピンで止めるだけで、出てこなくなりますから、もしそういう時は、そこで調整してみてください。そしたら綺麗に。最後、あとね、着とったりとかしても着崩れますから、おはしょりの調整とか、ちょっとやっぱりこう、あれだなって、こう例えば座り降りしたりとかなんかするときに、あら、ちょっとあれだなと思ったら、ここのところは調整します。ですね。うん、そう、うん。いいと思います。はい、で、まだね、ほら、ブラとかもきちんとほら、本当のやつをしてないから、ピタッとしたら、全然、そこね、本当、ピタッとした方がいいんですよ。うん、あとね、この芯もね、ちゃんと入ったらね、違ってきますので、そう。だけ今ほら、こんな調子出てるじゃないですか。だけど、ここへしてね、こうやって、こうしてね、整えるんです。こうして。そしたら、今みたいにこうやってね、こうして整えるんです。こうして。ね。そう、ここを整え、こうして整えて、こうして。そう、こうです。こうですね。そう、そういうことです。そう。最後ね。で、あんまりそれで出るのは嫌だなと思うときは、こことここをこうして、ちょっと安全ピンで止めてください。でも、ちらっと出ておくのは全然構いません。あんまり出て嫌だなと思ったらね。このくらいは通常です。いいです。出てていいです。これぐらい。ありがとうございました。いいでしょうか。大丈夫です。で、とにかく、あと、立ち姿としてはですね。はい、腰は落とすんですけど、どっちかっていうと、やっぱ下腹はね、力入れて、引っ込めとかない感じ。意外とね、着物って、寸胴でいいよねって言っても、やっぱこうじゃダメなんですよ。やっぱ、ちゃんとこう、ね、下腹に力入れて、少しね、こう、なんていうかな、こういう足元、こうじゃなくて、やっぱ、こう、こことここをちゃんとつなぐ、こうして、こういう足元って、いると、やっぱこう、立ち姿とかも綺麗なので、だけとにかく、こうならないように、はい、こうちゃんとこう、肩を落として首をスッと持っとく。肩をちゃんとこう落とし、広げて落として、首をスッと立てる。そして、腰は、ちょっとこう、柳腰じゃないけど、こんな感じ。だと、綺麗です。はい。で、ちょっと洋服の時と全然違いますもんね。だけど、ちょっとなるべくこう、内股というか、はい、あんまりこうしすぎんでいいけど、でもやっぱ外股じゃなくて内股ですもんね。はい、こういうのをね、ちょっと気をつけながらするといいと思います。はい。はい、ちょっとだいぶ、ごめんなさい。私が始めるのが遅かったから。はい、1時間超過しました。すいません。ありがとうございます。お疲れ様でした。だいたいわかりました。一応理屈はわかりました。でもね、ちょっと動画とか見ながら。そうですね。はい。で、とにかく、準備全部必要なものを揃えて、はいはい、で、まぁ、ちょっと、部屋を温めて、はい、あんま寒いとできないんで、
ちょっとしてみてください。何回かやってみます。で、それでも、どうらーっていうのが多分出てくると思うんですよ。ああ、なんか、習ったけどわからんなっていうのが出てくると思いますので、わからないまま次を迎えていいです。はい。はい。だから一回ちょっととにかく道具揃えて、はい、1回か2回は、はい、自分でやってみて。はい、でそれでも、っていうところが多分終わりだと思いますので、はい、次は、1ヶ月後ぐらい。はい。ですかね。まあ、とにかくまた都合のいい時。はい。で、それでも、名古屋日でちょうど、あ、大丈夫だなってなったら、次、袋帯に行きます。はい。はい。わかりました。はい。袋帯があるといいと思います。はい。で、まあ、なんだっけ。ここですぐ袋帯とか揃えなくてもいいですから、なんか袋帯で、練習できそうなやつ、避けておきますので。あ、わかりました。はい。なんで、あ、でも袋帯までいけんかもしれんね、まだね。名古屋日でいいね。よかった。まあ、1、2名はこれでもいい。ねえ、ねえ、そんな感じやね。あ、わかった。じゃあ、袋帯の方が気にしたときは、袋帯ってそういう風にするんだっていうの。あ、じゃあ見学させてもらって、うん、そのときに。でも、こんからかるもう名古屋帯だけにしとく？そうでしょうかね。まだその時の2回目を見てでしょうか。で、あ、袋帯はまだリランがいいかもしれんってね、言ったらあれかもしれんけど。うん。だけど、まあ、知っとくとね、はい、あ、でもやっぱごちゃごちゃなんかな。うん、何回か自分で練習して、で、ちょっと、わからんところとおさらいと見ていただいて、で余力があったらね、もうシャカシャカできそうやけん、あ、なら、か、半幅帯の、予告編じゃなくて、半幅帯こんなのがあるよ、袋帯はこんなのあるよって見る余裕が終わりになりそうやったらね、あ、これは見せたらこんがらがるねって思ったら、名古屋みたいにとりあえず行きましょうみたいなね。だけど次の時に決めましょう。はい。じゃないと、余力があるんやったらいいけど、ないのに見たらもうごちゃごちゃなるけんね。だって、さっきの時だってほら、もうね、上なのか、ほら、下なのかとかだってね、うん、あれでね。とりあえず、この、今日のこの基本形を覚えることからしましょうか。はい。ね。わかりました。なので、やっぱちょっとこんなのもあった方がいいかもしれません。はい。ね。ちょっとね。うん、あると、知識が。あ、そうそうそう。で、どうぞ、あ、ちょっと待って、サムナーでくれ、これ。とってもお似合いです。かわいい、その、ベージュやけど。かわいい。素敵。うん。嬉しいです。うん、なんかこう髪が。こんな安くて手に入ると思わんかった。いや、この値段やったら、ほら、うん、入りも安いと思いません？もう小物とかも980円とかやけど、もう2つ、全部でも1万円とかならないから、道理とかも入れたってね、ならんけん。うん、ほら、これやったら始めやすいでしょ？そうなんです。そうそう、いやいや、だけに用意してるんですよ。うん、うん、そう。嬉しいです。ね、いいですよね。いいのを教えていただいて。いや、よかったよかった。いや、なんていうかな、もともと、ほら、同じご町内であって、そのネットとかをね、あちらも熱心にしてあるから、まあ、キャッチしていただいてたんですけど、なんかね、着物を着て、桜舞い散る、うん、なんとか、そうそうそう、はい、それに着てありましたもんね。その時にうちは、こう着物とか扱ってるので、協賛店っていうことで、プレゼントを持って参加してたんですよ。で、それでお知り合いになって、お買い物に来てくださるようになって。で、それで。人懐っこいですもんね。そうですね。すぐお友達を作ってすごいな、で、ですね、最初に押しなかったけど、はい、これ、真ん中を持ってね、はい、このビラビラを、ね、はい、こうして用意しておくと、うん、そういうふうにさっきみたいにかけるところがあったらいいんでしょ、うん、真ん中でこうかけとけばいいんですけど、うん、そうじゃなくて、もし、あ、なるほど、うん、そういうところがない場合はですね、こうして、このビラビラの方をこうして、巻き巻き巻きってやるんですよ。はい、で、もし、タンスとかに直しとくのであれば、しまっておくのであれば、本当はこういう状態でしまっておくのが一番理想的です。こうやって。で、ここ取ったら、ペロって、ペロッと、ペロッと、ペロッと、そうそうそう。っていうことです。そういうことです。そういうことです。そういうことです。なるほど。そう。なので、かけれるようなところがあれば、かけとけばいいですけど、はい、タンスとかにもししまうのであれば、本当は、今みたいに巻き巻き巻きってあるんですね。そうです。そうです。うん。ね、いや、これね、ちょっとね、この、ここがね、大きすぎた。陶芸とかなんかされるから、もともとの手は器用でいらっしゃいますね。そうですか。うん、もう、だって、ごめん、4本じゃなくて3本。はい、3本。あ、4本ですよね。4本でもね、きつきつ4本。はい、うん、小さくしといて。で、このぐらいにしといてね。はい。でこれを
こう持ってきて、だけどこれが飛び出してもいいんですけど、どれか ここを出せば真ん中っていう。はい。スマホ。だから、これで準備しておくと、まあ、しやすいです。はい。はい。あの、別に絶対しないといけないわけじゃないですけど、うん、これだと、かけるとこがないときはいいんだ。はい。それ言いながらも自分はぶっちょかけただけ。ここに言いようけど、ね。うん。でも、まあ、こうなっておくと、ですね。はい。お疲れ様でした。あ、いえ、ありがとうございます。今、慣れるまでは、あの、着付けは格闘技。格闘技。ちょっとストレッチから手なんです。そうそうそう、いやだけどね、ちょっとね、あの、結構肩が結構、私は大きくて着物が似合うんですよね。いや、似合うことはない。いや、あの、もっとこんな怒り型の人とかもおっしゃるけ、うん、あとほら、野生投射人の場合も昔よ、着物ばっかり、うん、あ、洋服ばっかり着てる人と完全に怒り型の人、うん、怒り型の人がやっぱちょっとかわいそうだなと思う時ありますね、うん、やっぱこう、あの、あれですね、まろやかな、あの、あれですよ。あの、怒り型じゃないから大丈夫。で、怒り型の人は怒り型の補正の仕方っていうのがあるんですよ。うん。でも、首があんまり長くなくって怒り型っていうのはちょっと厳しいんですよね。そう。あの、首が長い方は、ここ怒り投射だったら、ここのところ、ここに、ちっちゃなおし、あの、そういうものを入れるとかね、綿を入れるとかね、いうような着付けの仕方があるんですけど、でももう、そげに細かい、あの、補正とかしよったらね、ややこしいですもんね。でもちろん補正はいらないと思います。もう、で、ヒップパッドは、あの、誰でもした方がいいんですよ。うん、あの、この、あの、要するに、帯の座りがいいために。はい。もうヒップパッドを、もともと買われた方がいいと思います。はい。ヒップパッドね、これ、ね、私どこで手に入れなのかな、もう、まあ、昔から持ってて、もう一回買ってしまえば、もう、全然、あれなので、ね、腰紐とかはだんだん、やっぱり傷んでいきます。これだけギューってして、どうのこうのやね、うん。だけど、それでも買い替える人もそのままだから、うん、20歳ぐらいから、私、もう50いくつなんですけど、一回買い替えただけですから、一旦買ってしまったら、本当もう何十年って大丈夫ですので、あの、あとね、さっきも、にしめてましたけど、あの、ガーって買え、買え、あれはタバコとか、一年に一回買えなさいよって話です、私。でも、これ、またなんか、こなれた感じがいいんでしょうね。いやちょっと、あんまりやね、ちょっと、何色そう思うんだ、今日、わじわじ見て、これ、ガーって白かったのに。気にならんですよ。いやいや、だから、まあちょっとね、そんな感じで。だからもうザクザクと塗ればいいだけなので。で、あの切れもなんか、あの、なんか置物の余り切れっていうか、本当は絹がいいんですけど、うん。それか、うん、なんかほら、あれがあったでしょ、前。シャツをこう留めるときのなんかアームバンドみたいな。あんなのでもいいんですよ。とにかく止められさえすればいいので、うん。あの、絶対それじゃないといけないってことはないです。切りがいいっちゅうのは何ですか？滑りがいいから。さっきみたいにシュッてするときとかに、ね、一緒にキュッとか上がってくれるんで、あの、ヘアゴムでされたらね、グググググって、その、要するに、ヘアゴムが、あの、摩擦を起こすんですよ。帯も痛むしね。ただ、絹ずれやけん、ほら、絹ときのこう摩擦する分には全然あれなので、まあ、ちょっと本当は着物の余り切れ、絹の余り切れがあるのが一番いいですね。はい、それか、まあ、絹じゃなくても、なんかこう、そういう滑りのいい生地。うんだったらいいと思います。はい。はい。はい、そんな感じで。はい。お疲れ様でした。ということで、あの、以上、久しぶりにした着付け教室でした。